あ、戻った。切れるな、毎日だな。録画あるんだけど。すみません、ちょっと切れとりますけどね。大丈夫です。電波状態がいまいちなところがあるようで。まあ、いや、でもやるしかないですね。はい。ということで、連続的にやっていこうと思います。じゃあ、ね、いきます。それでは最初にですね、キララさんを紹介いたします。エンジェルカードリーディングをされているということで、エンジェルカード&チャクラヒーリング。あ、これは、まあ、その場でいる方はチャクラヒーリングするんですかね。はい、で、例えば遠隔でできるんですか、チャクラヒーリング、はい、あ、できちゃうんですか。はい、視聴者もできちゃうとですね。はい。はい、あとはもうタロット、今はもうタロットとエンジェル合体させて、はい、タロットのスプレッドを使って、もうエンジェルカード、ドリンバーチューの博士のね、はいはい、オラクルカードを、タロットの並べ方というものをスプレッドを使ってもう合体させたものを今始めてますね。はい、ね、なので、はい、はい、チャクラリーディングヒーリングです。はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。はい、そしたら、次がハニエルさんなんですが、ハニエルさんはいつも出ていただいてるんで、まあ、いつもではないんですけど、朝ね、いつも出ていただいてありがとうございます。はい、ということで、得意技は何でしょう。霊視投資、チャクラ投資、エネルギー調整ですね。遠隔もできます。はい、必要なエネルギーのダウンロードとかもやってます。はい、はい、ありがとうございます。あとでね、ご参加との URL をね、チャットの方に書いておきますので、皆さん見てくださいね。はい、こちらが、アキコローズさんですね。こんにちは。あ、はい、こんにちは。おはようございます。アキコローズさんは何ができますでしょうかね。そうですね。エンジェルカードをリーディングに、理想、はい、生命判断、あと携帯電話占いを行ってます。はい。携帯ナンバー占いっていうのは、例えば、はい、今日、例えば視聴者の方が自分の携帯番号を書いたらやっていただくこともできますか？はい、大丈夫です。あ、できるけど、あ、でも皆さんバレちゃっていいんだったらやってくださいね。はい、ね、お願いします。電話かけますか？そう、電話かけちゃう人いるかもしれないからね。あ、この人、口説きたいなと思って電話しちゃう人いるんですけどね。はい、ちなみに T は電話しませんけどね。はい。はい。ということで、まあ、でも、電話来ていいって方はね、まあ、いや、自己責任でいいって方は書いてくださいね。はい。携帯ナンバーで、はい、仕事のと恋愛のと金運が出ちゃうってことですか？そうですね。面白いですね。今持ってる運気とかが、そのナンバーを引き寄せて、はい、その人間関係だったり、金運だったり、うん、かなりリアルに出るので、うん、面白いかと思います。これは、例えば1年後とかにそれを占ったときは同じ内容やっぱ出るんですか？あ、番号の数比だったり、あと風水と合わせたオリジナルなものなので、はい、この番号自体はもう変わらない、うんうん、番号を変えない限りはその運気を持ってて、うん、ただ運気が変わるとその番号を必然的に変えるタイミングが来たり、うんうん、携帯がちょっと壊れたから変えようと思ったそのタイミングで変えたいっていう相談の方も来られるので、うんうん、運気にあって買い替える時期が来たりする方が多いです。なるほどね、はい、あと手相チャネリングヒーリングってもされてますね。はい、手相から健康面、仕事面、恋愛面、経済面とか、現在および今後の流れを読み取りお伝えしますということですね。はい、これはちょっと手相なんでちょっとこれは難しいかなと思うんですけど、ね、そうですね、視聴者の方はね、はい、ちょっとチャットだけではわからないので、はい、あとは生命判断、はい、あとハッピーローズカウンセリング、そうですね、合わせたセットメニューになってるんですね。なるほどね、はい、という感じになってます。今日は何しましょうかね。じゃあ全部使った、はい、まあ、相談内容、携帯番号で見てもらいたいけど、携帯番号書いてくださいね、はい、そういうことで言ってみたいと思います。あとシステムの説明をいたします。まあ、ちょっと今回は、ね、沖縄からちょっとお送りしてますけど、ちょっと録画と一回切れちゃったので、ね、ちょっとまた説明しますけど、沖縄の、ヒーリングパラダイスというね、国際通り、あ、こっちだよ、那覇市のですね、国際通りのですね、国際通りがそこ見えるんですけど、ご存じになります、牧師駅すぐそばのですね、沖縄占いパラダイスからですね、今生中継してます。大体多分3回目ぐらいの、これ、いつも沖縄にね、来るためにやってるんですけど、ということで生中継しております。この前ね、先週号ですか、女性自身に乗ってるんですよね。うん、そう、持ってくるかな。出しとくと喜びそうな気がする。
女性自身乗っちゃってね、この取材でね、はい、まあ、本当にここいろんな人がね、こちらですけど、今週号ですよ、あ、先週号かな、こちら出てて、でハリセンボンさんが来ていただいてですね、こういうことで沖縄のちょっといろんなスピーチャーストポットとか鑑定士さんとかですね、こうやってこういろいろこう、これ大体ヒーリングパラダイスですね、あ、これ占いパラダイスですね、こちらでこうやってたシーンをですね、出てるんですけど、ハリセンボンさんがね、はい、ここに載ってまして、うん、あ、それで島袋千鶴子さんという方も、千鶴子さんもいらっしゃるんですけど、床の家に行ってちょっと鑑定してもらったり、島袋さんもこの占いパラダイス大好きにいつも来てます。で、こちらにあと、テリア全明さんにですかね、テリア全明さんに行ったということで、はい、こういうふうにですね、いろんなことところで取材行った、あと、ね、ヒーリングスポットですね、これ行って、行ってきました、みたいなね。南部ですね、南部ね。こういう、こういう取材の記事が載っております。ということでね、それをコーディネートしたのが、この占いパラダイスの、宮崎さんだということなんですよね。はい。今ね、バタン級でね、バタン級なんですけど、おととい、沖縄のでっかいヒーリングパラダイスというイベントやってたんだね。で、また、1000名は行かなかったけど、そういう目近いね、人来てね。あと、大悟さんとか来たんですね。ウィッシュの大悟さんじゃなくて、メンタリストの方の大悟さんなんですけど、まあ、それは大悟さんが言ったネタなんですけどね。ね、メンタリストって書かないと、あっちの大悟に行っちゃうから、メンタリストって書いてくださいって、ね。インターネットでね、検索するときはねって言ってましたけど、ね、そういう感じでございます。はい。ということでね、次、じゃあ、それでこう、大体、紹介とか終わりましたんでね。それでは始めてまいりたいと思うんですけどね。ということで、チャットルーム、ちょっと読んでみましょうね。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ということで、いっぱい来ておりますね。はい。ということで、いっぱい来てますよ。パチパチパチとかね。はい。ということでね、先生指定でもいいし、見ていただきたいものがありましたら、どんどん書いていってくださいね。はい。今日、沖縄から行っております。はい。なんと、ね、沖縄のね、関西はすごい人多いですからね。今日は沖縄やってるってことでね、面白いと思うんですけどね。はい。ね。まあ、途中参戦の人がまた現れるかもしれないけど、ちょっとわかんないですけどね。はい。ということで、質問を書いていっていただければと思います。はい。携帯番号出していいという猛者の方いらっしゃいませんかね。とりあえずね、まあ、チャット来てないんですね。じゃあ、一泊二日の顔にお話とかしながら待ってます。そうですね。まあ、この3日ぐらい前にですね、ご神事の、伊平屋島のご神事の映像が実はスピーチャーテに載ってるんですけど、それね、カニエさんも行きましてですね、参加したんですけど、なかなかね、もうすごくいい。すごかったですね、エネルギーも降りててね。伊平屋島、天の岩という、ね、はい、そうです、ね、あそこでやりましたね。皆さん見てない方はまた見ていただけると思うんですけどね。質問どうですかね。何か自分の質問何でもいいんですよ、書いて。ちょっと分かんないと思ったんですけど、まあ、何の質問でもいい、書いていただいていいんですよ。例えば、私今恋愛で困ってますとか、こういう、どうでしょうかってでもいいし、全部カードで見てくれたりとか、その先生に、得意な先生に割り振りますので、そういう形でやりますんで、何で書いていただいても大丈夫ですよね。はい。首里城のね、中ってやっぱりパワースポットがあるんですね、って言って、いきなり振ってますけど。かなりありますか？かなりありますね。いくつか場所があって、お話聞いてたとすごかったですけど。ねえ。なんか木、なんか囲まれてる木っていうのがガジュマルがあって、はい、あそこ行ったらあったかいと思ったところがあったんですけど、うん、そうです。あそこ男の人が行くといいみたいですよ。こう、裏にゴーッと入ってくる、あれそこなんだ。うん、あ、そうだ、あったかくなったらそこなんだ。なるほど、なるほど。木がこう、小屋のようにこう、なんか穴が開いてる。そうそう、あるんです、そういうところが。で、馬場くんにも入ってもらったらすごくパワーアップして、体は温かくなってね、はい、男性が、あ、ここいいなって思ったんですけどね、充電される感じで良かったです。そこはね、昔の琉球王朝のね、はい、拝みする人たちがいて、
管理した場所なんですけどね、女性とその拝の人しか入れないって書いてましたけど、皆さんそこへ今だったらね、その公園になっちゃってますからね、みんな誰でも入れるんですよ、だから知ってる人だけそこでいいエネルギーをもらって帰ってきちゃうっていうね、私もらってきちゃったけど知らないの、帰り道という矢印が書いてないので、みんなそこ帰り道だと思っちゃうみたいだけど、そこからこう入れて帰りね、やっぱりはい、ちょっと来ましたね、KKY さん、来年のメッセージ、運勢、特に仕事運をお願いしますということですね、あ、チーロンさん、携帯番号は難しいですねって来たんですよやっぱ分かっちゃうもんね。そうだよね。それは確かにあるわ。隠せるものならみたいなのがありますけどね。仕事に関して言えばやっぱり全体的なメッセージもあると思うんですよ。すごく今エネルギーもすごい変わってきてるから、スピリチュアルの方に目覚めてる人とかね、呼ばれてる人もすごく増えてるんで、仕事を変える人とか住むところを変える人もすごく増えてくるし、一般的な三次元的な考えでね、何かにしがみつくというよりはやっぱり流れにすごく任せるようにしていくことが、流れにそうということがもう今すでに始まってて、皆さんね、平和っていうか安定をすごく求めて仕事って思うけど、流れに沿うって方の考えにすることがすごく必要かなって思いますね。そうすると逆に安定も入ってくるし、いい形になってくるので、絶対この仕事でとかね、この場所でとか、この家族でとかってしない方がいいと、変化激しいね、いいと思うんですよ。で、そこに流れを無理やりこう自分の頭で考えたことを貫こうとすると、体調とか事故とか、そういう形でね、出てきて、はい、そうなんですね。で、やっぱり軌道修正、気づくようにってなるので、という形で、ね、きますからね。そうなんですね。だからそういう時はやはり少し見直して、風の吹く方に合わせていくというのが、必要な流れかなと思うんですけれど、はい、ありがとうございます、はい、そうしたらですね、さよさん、こんばんは、なかなか出会いがないのですが、恋愛運を見ていただけますかということですね、じゃあご参加だ、この恋愛運を見るために何を書いていいか、これ書いてもらったらいいか、さよさんに、ありますか、私は、大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫、お名前だけ教えていただいて、さよさん、はい、本名であれば、あと、電話番号はダメだけど、生年月日は OK ですという人がいますね、それは生命判断できますか、じゃあ、アキコローズさんにですね、生命判断してもらいたい方は、生年月日書いてください。その方は、生命判断は名前ですね。あ、名前判断なんだ。名前なんだ。数比ができるので、はい、生年月日いただくと数比で、はい、数比でやるそうです。生年月日の場合は。で、もしそこに書けたら名前を十分書いちゃっていい人は名前書いてください、ね。はい。はい、もしくは、なんだっけ、あれ、メッセージ送ってますか、なんだっけ、スカイプメッセージとか。スカイメッセージ、ちょっとパッと。見れないか。はい。できますよ、あ、一人来てますね、あと。静玉さん。はい。今、仕事を掛け持ちしていて、来年から仕事を一本化したいと思っていますが、鑑定業をしたいということですね。はい、一本化しても大丈夫でしょうかって質問ですね。私は静玉ちゃん速攻で言えば OK だと思います。はい。OK だと思いますけど。ね、本業で、どんどん臆せずに表へ出ていくのがいいと思います。はい。はい。多分ね、もうスピーチャー鑑定団はね、視聴率上がると思うんですけどね、うん、ちょっと私が仕込んでないか、もうちょっとね、うん、もうちょっと仕込むとね、すごいんじゃないかと思ってね、静玉先生はですね、とてもシャイな方なので、でも本番に強い方なので、現場へどんどん出した方がいいと思います、うん、はい、はい、そう、参加で先生でも出てる、とてもシャイで素敵な方なんですよ、でも姉御肌で面倒見もいい性格なので、どんどん表で活躍した方がいいと思うので。どんどんシフト表にどんどん仕事を一本入れて表に出た方がいいと思います。はい、そういう風になってますね、うん、はい、お二人は何かありますか、何かありますか、ピンとくるとか、あきこさんちょっとカード引いてますね、うん、ちょっとね、今ちょっと、チャットこうやって見るかな、見えるかな、ちょっと頑張ってますね、うん、よし、切れないといいね、
あれですね。おそっか。仕事。仕事の選択仕事で、さよさんを手に入れてるんです。あっちに鑑定士の人が一人会いたいような気配がある。秋さんが、秋さん。タロットの秋さん。秋さんは来られますか？何でもできますね。じゃあ、その先生が。まず。おお、飛び出してきますね。大体とですね。さよさんが恋愛ですか。はい、そうです。出会いがなかなかないということと、しずたまさんが鑑定業を仕事にしたい、やっていけるか。うん、さよさんは小さい夜くしゃ、ひらがなくしゃ。まだなかな。まだなくしゃ、かかんない。ハンドルネーム、さよさん小さい、うん、小さい夜、それともあのそのハンドルネームはひらがなですか？小さい夜、さよさん。どういう？さよさん字を、そのさよさんの字をどういう字ですか、うん、だ書いてくださいってことですね。S A Y O。何でもいいです、ハンドルネーム何で出してらっしゃる？何でもいいからそのどういう感じ？ここには何で出てらっしゃる？あ、ひらがなでさよってなってますね。はい、わかりました。はい。うん、ひらがなの作用ですって書いてますね。しずたまさん、私がローマ字です。あと、レイナさんがね、まだ大丈夫でしたら、来年のメッセージをお願いよろしくお願いしますって言ってますからね。うん、はい。ということで、どんどん来ております。よいしょ。先生、見えますかね、これチャットね、遠いけど。見えません。見えません、ね。結局、ダメですね。うん、じゃ私が読んだ方がいいね。うん、はい。先生方で、まあ、まあ、順番でできた人がありましたら言ってくださいね。はい。あ、はい、じゃあ、はい。はい、さよさんの方の恋愛の方で、この、ノリンの、あれですね、はい、エンジェルタロットのこの、ロマンスエンジェルで。今日はすごいですね。ロマンスエンジェル。カメラかして、ね、カメラがもうズームアップで、ね、うん。あの、こちらはちょっとタロット形式でちょっと弾いていったんですけれども、うんうんうん、まあ、新しい恋愛っていうことが出てきている。ニューラブですね。ニューラブが出てきてますね。うん、なので、現れることは現れます。現れる。ただあの、ご自分から行動することが一番大事っていうのがもう結論はこれなんです。一番結論はこれですね、うん。ご自分からまず行動を起こすっていうことが一番大事。うん、ただ待っているだけじゃなくて、うん、何かのご自分から動く、うん、ということが一番大事。そして動いて、あと本当にあの心を開いてね、相手の方とちゃんとあのお話をする。もう自分を隠す必要はない。何も必要はない。本当の意味でのカンバセーションという会話ですよね。ハートトゥーハートコミュニケーションですね。うん、で、もしかしてあの恋愛運がないとかそういうことではなくて、普段からね、ご自分 の思ってることを隠さずにね、何かあのハートからお話をされるように、あの心がけるっていうか、もうそういう時期に来てらっしゃるので、はい、あのそれをなさると最終的にトゥルーラブという、お来ました、トゥルーラブ、真実の愛というものが来てます。なので新しい恋も来るし、あなたが行動することが大事だし、うん、心からあのそうですね、もう隠し事はいい思うっていう感じですね。で真実の愛が来ると、はい、なのでさよさんおめでとうございます。はい、あなんかさよさんも聞いてよかったですね、さよさんね、うん、すごくいいの出てますね、うん、はい、うん、じゃ続けて、はい、あちょっとどうぞ、はい、大クローズさんも出ました。さよさんの恋愛なんですけれども、うん、今現在あの恋愛にちょっと弱気になってたりとかしているようなんですが、少しリサーチをしていくっていうのが望まれてるんですね。リサーチっていうのは、自分はどういう人と付き合っていきたいかなとか、うん、どういった形で恋愛をしていきたいっていうのを、あのお願いをしていないっていうカードが出てるんですね。はい、なので、うん、あのこういう人と素敵な恋愛したいなっていうのを具体的にお願いをしていくと、そういった方が引き寄せが起こって周りに現れてくるって言われてます。天使、はい、守護天使にお願いをする。で、あと最後にですね、自分らしくすることが、
恋愛にも結びつくし、で、どういった方と一緒にいる方が自分が幸せっていうのも自分で自信を持って導いていけるし、引き寄せが起こるってメッセージが届いてます。はい、さっきのハートゥーハートコミュニケーションに見てますね。絡んでますね。そうです。カードとしては違うカードなんですけど、うん、ドリーム博士の同じカードですね。まあただ違うあれでシンクロ、うん、まあ似たようなことを言ってるってことですね。ご自分らしさをもう出して、はいはい、出して自分らしい姿でいるということ、うん。嘘はダメよってことね。そうですね。カリスマなんか仮面をかぶった自分とかちょっとダメよってことですね。そうですね。もうあるがままにご自分をそのまま出して。あとで苦しくなっちゃうもんね。そうですね。出さないとね。うんうん。真実の愛をゲットです。はい、トゥーラブということね。トゥーラブ。はい。はい。ありがとうございます。さやさん、頑張っていただければと思いますね。はい。はい、じゃあ、こちら、はい、確かに練習をさせていただきますとですね、はい、女友達とかと一緒にこう、どうしてもそれを隠れみのにしちゃったりとかね、うん、恥ずかしいとか気遅れするとか引っ込みじゃんっていうのがすごくエネルギーで感じるんですよ。だから出会いとか恋愛が欲しいとか言いながらなかなかそういう場にチャレンジしづらい自分がいて、うん、女友達とか仲いい気心知れたところで隠れちゃう。お城へ後ろへって受け身になってしまうっていうのがエネルギーですごくあって、欲しいけれども出せないっていうのがすごくエネルギーでブロックになっているので、単独の行動っていうのもすごく大事な感じがしますね。でやっぱり自分を出していくっていうのはすごく大事で、あとたくさんの人とか周りに相談しないのも大切かもしれないです。どうなるかなとか、相手はどう思ってるんだろうっていうと、気に入られるかどうかっていうことが主眼になっちゃって、自分がどう思ってるかっていうのにあまり目がいかなくなっちゃうので、ね、気に入られるかどうかとか、自分がこう判断される側になっちゃうと、どんどん自信もなくなるし、悪いことしか考えなくなって、引き算しか考えなくなっちゃうので、もうここはちょっと女友達とかには内緒でどんどん自分だけで動いてどんどん自分だけで決めて、もう自己報告で、そう、行動大事なんですよ。で周りに言うとどうしてもね、顔色を聞いちゃうし、友達の意見も惑わされちゃうので、やはりちょっとここは大胆に自分だけで行ってみるっていうのが、流れを変えてみるのがいいかなと思いますよね。なんてすごいテレビなんでしょう、はい、3人の鑑定士から皆さん寄ってたかってですね、今日教えてくれてるっていうね、さやさんにね、なんて高級な寄ってたかってって言い方いいか分かんないんだけど、ね、でもいいんです、それで、うんうん、でもそれをやると流れができてくるのでね、うん、いいですよね、うん、最初だけ勇気がいりますけどね、うん、はい、うん、ぜひやってください、うん、はい、ね、皆さんこのテレビいいと思いましたですね、うん、ツイッターとかね、うん、ツイッターとかフェイスブックで紹介してくださいね、紹介してください、よろしくお願いします、この番組ね、はい、やってね、皆さん来て、お友達に来てねっつって、うん、ただでやってるわけですからね、呼んでください皆さんね、お友達をね、はい、うん、ということでね、次行きましょうかね、はい、しずたまさん、はい、しずたまさん行く、うん、あとじゃあ他の人も読んどくかな、全部読んじゃった方がいいかな、カズさん、ティーさん、ハネルさん、ツアーでは息子ともどもお世話になりました。はい、あの子のお母さんだ、はい、ありがとうございます。私も来年のメッセージを、ラスメッセージか、再婚かな、わかんないけど、お願いしますということ書いてますけどね。はい、まあ、来年のメッセージ、まあ、結婚とかそれに関するものでくださいということですね、カズさん。はい。あと、どんどん行っちゃっていいかな、ハーモニーさん。こんばんは。来年のメッセージよろしくお願いします。ということで、メッセージ、とりあえずですね、ハーモニーさん。はい。うん、あと。ね、来年のメッセージ欲しい人は、例えば仕事が今こうで、こうしたいとか、ね、うんうんうん、恋愛今こうだから、こうなりたいんだけれども、メッセージくださいみたいな、具体的な方がいいんですけどね。うんうん、はい、具体的に言ってくださいということで来てますね。ジャンルとかね。うん。はい。そしてあと、琥珀さんですね、うん、来年は何に注意してどんな風に過ごせばよろしいでしょうかっていうのが来てますね、はい、はい、あと、ベティ、うん、ベティさんですね、ベティアンあ、いや、ちょっと読みづらいんで書くことで、私も来年に向けてのメッセージをお願いしますってことですね、うんうん、さよさん、詳しく見ていただきましてありがとうございます、うん、主体性を持って動いていますということで来ておりますね、うん、そうですね、例えば、ね、はい、集まりとかもいいので同窓会だったりとか、うん、ちょっとした集まりとか ね、うん、どんどん行かれると、そうそう、ちょっとやっぱ出会いのある場所行かないとね、だってチャンスが遅れ、うん、やっぱ ね、ないですからね、覚えてくださいね、はい、
サイコロ振れば必ず次のね、また目が出て、ね、道が出ていくので、ちょっと勇気を出せばサポートが入りますからですね。プリンさん、私に LINE のメッセージをお願いします。また夫の仕事についてメッセージがあればお願いします。変化を起こしたいのだけど、どうしたらいいかという感じで、体のアトピーも出ているんですが、どのようにしたらいい子なのかなということで、3つぐらい聞いてるっていう、まあ、できる範囲でお答えしますので、ね、ちょっと、あと、システムとしてですね、すみません、皆さん。まあ、先生でピンときたやつだけ答えるというシステムに今なっているためにですね、もしかしたら飛ばしてしまったり、お答えできない場合もありますので、ご了承ください。はい。その場合はね、やっぱり先生に直接お電話とかしていただいて、鑑定していただくようにお願いいたします。ちょっと時間の問題もありますので、一人に全部答えることはちょっとできないこともありますので、ご了承ください。はい。じゃあ、その中で選んでいいですか？はい。どうぞ先生方。行きたい方に。行きたい方は、一番最初の鈴玉さんの仕事の質問かって、はい、私はあんまり存じ上げないんですけども、本当に初めまして。はい、で、やっぱりカードをパッとパパッと出したんですけど、鈴玉さん、まあ、ご結婚されてるのか独身、あるいは分からないんですけども、ちょっとキューピッドのカードが出ていまして、何かそういうことも考えてらっしゃるのかなって。ラブですか？ラブの、そうですね。こういうキューピッドのカード出てますよ。で、あと、まあ、ハートチャクラということで、ちょっとやっぱり何かを、ハートですね、何か詰まってらっしゃる、なんかこう、癒されないものが、ハートのところに何かが出ていらっしゃって、あるいは胸を痛められているとか、あるいは恐れがあったりとか、何かこう、仕事をこの一本でやっていこうっていうことにあたってね、何かのブロックがあったりとか、それは大体は恐れだったり、あるいは過去の癒されない悲しみだったりっていうことがあるんですけども、そこをよく見ていくと、デビューというか一本でっていうのは自信が持てると思います。で、お一人でやられるというよりは、今は何かここに、クリエイティブプロジェクトというカードなんですが、鈴玉さんの中で何かのコミュニティっていうんですか、何かの集まりであったり、一匹狼ではなくて、どなたかいらっしゃるのかなっていう印象があります。3人自分を含めてね。なのでそういう方々と、何かうまくこう連携取りながらねやられるっていう、こう体制を取られると、一人ぼっちではなくてスタートされるっていうのが心強い。おそらく3人というより何かピンとくる方がいましたら、その方々と、今は現実にそういう状態かもしれないけれども、そちらともっとこうコンタクトを取るとか、そうするとどん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 とお仕事の幅深みも増してうまくいくんじゃないかって。最終的におめでとうございます。アバンダンスです。豊かさが、これは豊かさですね。で、後ろにもこう用意させしている、私いつも持ち歩いてるんですけども、そうです、アバンダンスのこのね、豊かさの女神というね、このカード出てきました。なので心配されないで、経済的なことは何も心配いらないし、あるいは人の出会いであったりとか、この豊かさが出てますので、そこをこう恐れないで、一本化されてもやっていけるという自信が持てればいけます、ね、あなたがやっぱり持てないには何か理由があるね、ハートのところをちょっとよく何か癒すものがあって、そこを抜ければブレイクですね。なんか、ハートのところでなんかポイントで何かあるみたいですよ。それをやるとブレイクするらしいですよ。そうです、そこを取ってしまって、行っちゃえという感じでいける。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では、いいですか？はい。今、続いて、鈴玉様の仕事の話なんですけど、今掛け持ちしてて一本化をしたいっていうお話なんですが、もう少し自信が持てるように練習をしていくと、自分によしと OK サインが出せるのでもう少し自信持てるほど練習していく必要があるのかなっていうカードになってます。笛吹いて練習してるんですね。はい、プラクティス、プラクティス、プラクティス、練習ですね。はい。で、あともう一つ、言葉で人を癒していくっていうのがとても得意な、才能を持ってらっしゃるっていうカードを出ました。で、もう一つのカウンセリングっていうカードが、2つともぴったりなカードなので、あとゴーサインが出るのは自分次第っ
練習を重ね、自分に自信が持ってスタートを切っていけるっていうカードになってます。はい、じゃあ私もですね、しずたまさんですね、お仕事に関しては実力がある方ですし、その場になれば実力を発揮できるタイプの人で、その反面すごい繊細な部分と大胆な部分両方お持ちなので、私は仕事に関してはプロフィールとか写真というのを作り込んでいくっていう方に力を入れた方がいいと思います。自分が所属なさっているところね、充実していただいて、例えばコスチュームをきちんとして写真を撮ったりとか、そのプロフィールというものを充実させて入り口として見てもらうという看板をきちんと作っていくということで、お客さんが自分をそれをプロとして見てくれて、で自分はその場に行った時堂々と出れる方なので、そのように下地っていうのかな、知ってもらう入り口を作ってもらうというのに力を入れていただいたらいいかなと思いますね。自分で言うのが苦手な方だし、でそのようにいろいろプロフィールとかを書いて、いろいろこれをやります、これができる人ですってことを書くと、自分がそのようになっていくので、大胆な方にパッと変わるエネルギーを持っているので、大胆さとそのシャイさがあって、繊細さもあって、とても魅力のある個性が生かされた状態の、人気が出てくると思います。はい、はい、補足で一つだけ言いますか。今お話ししててちょっと本当に気になったのは、恋愛というかこの男女、あるいはご夫婦だったりとか、なんかそちらのところでうまくいってない部分がもしかしたらあるのかしらと思いました。失恋であったりとか、やっぱりこの2つが続けて出ているということは、愛についての何かね、最近何か終わりになったのか、今悩んでらっしゃるのか、そこの部分を相手の方、あるいはね、ちゃんとそこのところをクリアしていくと、ご自分に OK 出せるのかなっていう印象をすごく持ちましたので、おっしゃってはいないけど、お仕事のことだけっておっしゃったんですけども、実はこちら、あると思います。ラブライフの方が、愛の方が、ね、まず解決することが必要なのかな、両方大事なんですよね。って思いました。そうですね。アバンダンス。しずたまさん、失礼ですけど、今一人ですかね、そういう感じですよね。多分なので、やっぱりそっちも気になるんでしょうね。自分がどんな人が現れてどうなるのかなっていうね。パートナーぜひ必要だと思います。はい、でもアバンダンスで。そうですね。お金だけではないので、これは、はい。ご自身がね、こう自信をつけられていくことで輝きが増すので、そういう方の運気もまた上がったり、そうですね、きっと一緒にね、両方上がっていくのではないかなと思うので。そうですね。得意な方から充実させていったら、もう一本もついてくると思います。そうですね。日本立て。日本立て、両方手に入れられると思うので。はい。はい。ということですよ。はい、じゃあまた気になる方いましたらですね、先生好きな方やってくださいね。カズさんですね、この間初めてねお会いさせていただいたんですけれども、来年のメッセージと再婚っていうんですけど、カズさんはその海にまつわる、海に近い拝み所、神様の場所というところに 何か所か呼ばれていらっしゃるので、すぐに恋愛再婚ということはちょっとないようです、私から見ると。ただその神様から呼ばれて、いくつか海にまつわるような、海辺に近いようなところにいくつか行って、いろいろ働きをしていると、いろいろギフトで安定を満たされると思いますので、まずは神様のお使いのお仕事を頑張っていただきたいかなって思うんですけど、はい、わかりました。はい、今日アシスタントがすごい強力ですよ。すごいです。はい、AD、はい、イケメン、すごいことになっちゃう。AD ババちゃん素晴らしい。拡大してですね。はい。質問が見えるように。見える。ちょっと素晴らしい。電波が止まらないんだけど。素晴らしい。特別の働き。はい。あ、すごい状態なんだ。ね。あ、ここで見えますね。はい。見えます。ありがとうございます。さすが。うん。はい。うん。はい。シンさん。シン。来年に向けてのメッセージをお願いします。新しくて、じゃあ読みますね。白樺さん、こんばんは。現在勤めている会社を休みがちな次男の息子に何かアドバイスをお願いします。静田さん、独身です。彼氏が先でしょうか。いや、後ですよ。あ、仕事がはっきりした、しっかりしたら、はい、シャイな方なので恋愛にも奥手になっちゃうので、自信ついてドヤっていう自分の出すのが先だと思います。チュンさん、来年からお仕事を始める予定です。始める時期は何月頃がベストでしょうか。注意することありますか。チュンさん、チュンさん、来年。
大沢さん、こんばんは、はじめまして。あ、これ、こんばんはですね。ありがとうございます。ね、質問ありましたら書いてくださいね。うん、大丈夫だよ、さん。間に合うかしら、私には神様のお仕事ないかしら。大丈夫だよ、さん、ね。自分の仕事も大変だと思うんですけどね。うん、しっかりした仕事をされてるような方なんでね。ね。はい。大沢さん、魂の友、魂レベルで引き合う仲との出会いは近いか、もしくは当分1年以上先出会えないかだけでも、もしお分かりになるようであれば教えていただきたく存じますとか言いますね。ああ、そこはそこをお返事してもいいでしょうか。あ、どうぞ。はい。はい、ね、大沢さんはですね、理想がとても高いので、ご自身の理想というのを少し見つめてみると、本当にそこは絶対に、こう、譲れないことなのか、本当はどうでもいいことなのか、っていうのを見ていけば、必要な方というのが見えてくるんですね。で、やっぱりこう、ビニーさんに自分の好みに合う方とかね、自分の感情の起伏に合う方っていうのはちょっと、なかなかいない、自分が嫌になっちゃうんですよ。なので、ちょっとご自身を見つめてから、相手、周りを見ていけば、引き寄せは受け入れる力を育てることでできると思いますので、ご自身と向き合うことが先かなって感じがしますね。うん、はい、そこですいません、ツッコミでちょっと、うん、はい、はい、カズさん、うん、あ、ハニエさん、メッセージありがとうございます。神様のお使いってことで、うん、はい、お使いなんでしょう。サイカドンさん、うん、ティーさん、先生方こんばんは、来年の仕事に関対するメッセージをいただければ嬉しいですということです、うん、来てますね。はい、うん、カズさん、ね、具体的な情報をいただければと思うんですけど、うん、ね、うん、カズ様どんな仕事で、ね、ね、どういう方向で増やしたいとか、うん、ね、うん、そういう方してますとか、はい、よかったら、はい、三人映るようにしてます、カメラ調整しました、うん、頑張ります、頑張ります、はい、うんうんうん、見たいなという方を選んで、メッセージ良いので皆さんも読んでほしい、メッセージ欲しい方はちょっと具体的な方が、ね、採用されやすいと思いますよ。で、私結構辛口ツッコミなので、それでも良い方は言ってください、私に先生の方じゃあ、うん、あ、これ全員1人を3人が答えなくてもいいんですよ、うん、1人を別々に答えてもいいんですよ、その方が実は答えられる数が増えるんで、はい、先生がピンときた方を答えていただければいいんで、飛ばして構わないんでね、うん、大丈夫だよさんに、神様の仕事、仕事ではないんですけれども、来年はちょっと一緒に茨城回りましょう鹿島赤鳥方面ですね、ちょっと呼ばれているので一緒によかったら回りましょう、おサポートしますので、うん、ちょっと修行していただこうと思って、あそこいいエネルギーありますよ ね、 はい、ね、ちょっと大丈夫です、本当ですよ、あそこ加藤に鹿島をおすすめします、はい、ちょっと つなぎします、ちょっと呼ばれてますので、僕は加藤好きですけど、はい、じゃあその一緒になりきましょう、うん、で、白門さん、お仕事をお休みがちの次男さんですね。ですね、今とても甘えてらっしゃいます。嫌なことに向き合わないようにしつこくしてらっしゃるので、辞めたいんだったら辞めれば、で、ちょっと突き放す方がいいと思いますよ。そうすれば自分がどうするか決めるので、周りが心配すると逆に、いや、こう、拒否っていうんですかね、甘えて出ちゃうので、逆に周りが突き放すことで自分で答えを出さなくちゃいけなくなるので、そういうようなスタンスでいるっていうのも大事かもしれないですね。だからお父さんとかね、そういうような男性的な対応っていうのもしてもいいと思います、うん、これちょっとね、甘えのエネルギーを感じるんですね。でも誰も解決できないから、仕事とか自分の進路、将来とか先延ばしなので、心配しないことの方が大丈夫かもしれないな。うん、どうでしょうか、先生。きれいな。さっき、琥珀さんって、うん、来年、来年の注意って、そこだけメモをしていたんですけども、はい、なんか注意ということは何かご自分で、こんな感じで、ちょっと殴り書きですけど、ね、なんだろう、注意って、そのご質問にだけちょっと反応したんで、はい、カードも引きましたけども、耳に関すること、お耳。それでは注意ということで、耳、イヤーチャクラということが出てるね、耳、うん、で、まあ
ちょっと占い。病気の方で病気だったり何かあるいは、いろんな健康面もあるんですけども、はい、耳の方にちょっとご注意。それからあとは、人のこともよく言ってることもよく聞くようにという感じがします。すごく。そう、確かに ね耳でちょっとね。そうですね、耳なので、ちょっと今琥珀さんが今目を閉じていただいてね、ご自分が目を閉じて眉毛の上に白い光が、自分の眉毛の上にね白い光が当たってきているっていうのをちょっとイメージしていただいて、今この瞬間にしていただいてね、なんか耳がムズムズしてくると思うんですよね、眉毛の上の方に白い光が当たる、目を閉じてね、それをちょっと今やってみていただいていいですか。なぜそういうことを言うかというと、何かご自分でメッセージを受け取りやすくなだれているような印象があります、カードを見ていると。でクラウンチャクラっていうのがこういう綺麗なカードですね、頭頂のチャクラです。頭のてっぺん第7チャクラって言われてここのね、おつむ点々です。頭の方のなんかそこら辺の方が、これから開いていく、もうすでに開かれている部分がこのイヤーチャクラを鍛えるというか、そこを意識されると、そこから上から開いていくのかなっていう印象あります。やっぱりもう一つ言わせていただきますと、もう許していいんですよっていう感じで、ご自分で誰かを許せないとか、人を責めている気持ちですとか、とても辛いものを全部もう肩の荷を下ろしていいんですよっていう印象が強い、何かで、すっきりされる、ものすごく全部浄化して出してしまう。で自分の心の中でいろんなことを抱え込まないで、自分の中でぐる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 考え込まないで、外に向かって話を聞く、人の話であったりとか、外から来る情報に意識を向けるとか、心の中のぐるぐるではなくて外に意識を向けていく。で問題が何かあった時にその、外に問題ばかり見るっていうのも人はやりがちなんですけども、人の意見を聞いて自分の内側で処理していく、考えていくっていうことをちょっと心がけて見ると素晴らしい展開が待っているという、こういう印象を受けました。そういう感じです。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、いきますかね。どなたでしょうか。レイナさん。レイナさんね、はい、来年へのメッセージ、今仕事で見ていきましたが、ボディーワークとか、あとオラクルカードっていうようなこういったボディーワークとか、あと入れ墨入ってますねちょっとリアルですね。で、あとオラクルカードって言って、エンジェルカードだったり、あとタロットだったり、そういったものを始めてみるのもすごくいいチャンスかなっていう。あとファミリーっていうことで家族に向き合ったり、家族の絆だったり、そこにまた目を向けていくっていうのも、物事がうまくいくためにはやはり基盤、中心である家庭をまず基礎固めっていうメッセージが出ています。以上ですね。はい、じゃあ大沢さんが来た伝言ちょっと言いましょう。大沢さん、ハニエルさん、早速ありがとうございました。魂のレベルで何か感じる中というものを長いこと求めてきましたが、それは異性、過去恋人に対してどういうわけでは、恋人に対してというわけではございませんが、それでもやはり自分自身を見つめることが先ということになるのでしょうか。なると思います、大沢さんの場合はね、はい、で結構理想主義の方です、オーラで見ると、っていうとやっぱり魂で響くとかね、感じるっていうの一瞬は思っても後でってなったりとか続かないんですよ。それは相手の問題じゃなくて自分の問題なので、自分が何を求めて、なぜそういう魂をね感じる人を求めてしまうかというところにも自分があって、なかなかその許容するとか受容する、自分は自分であって人は人であって、その中で許容するという距離感が一緒になっちゃうっていう理想があるので、そこを見つめていくっていうのが大事かなっていうのは思いますね。まず自分を肯定したり、自分というのを分かることで、自分が求めているというよりは自分が何に関心を持っているかということに気づいていくんだと思います。
うん、そうするとその求めるというもの自体が方向性が変わってくると思うんですね。うん、はい。うん、はい、白樺さんからメッセージ、羽根さんありがとうございました。うん、両親との仲、あ、母親との仲が悪いので話していますって書いてますね。あとハーモニーさんかな、来年からお仕事を始める予定です。何か気をつけたいことが、ということがありますでしょうかという質問ですね。はい。あとサイカドンさん、仕事は電話オペレーター、受信のみです。来年他社に変わるか、今のまま頑張るか悩んでます。うん、よろしくお願いします。仕事のメッセージということで来てますね。うん、どんどんいっぱい来てますけど、うんうんうん、はい。行けるところから行ってください。はい、はい、どうでしょうか。あ、お引きになる。今、サイカドンさんの。サイカドンさん。はい。今、仕事についてのメッセージっていうことで、今いる場所、心地よい状態ではないので、その場所から離れても大丈夫だよっていうメッセージが届いてます。で、あともっとはっきりしてるのが、もうリーチがかかってるので、もうその場所、その運気、今いる状態からもうすぐ良くなる、リーチがかかってる寸前だよっていうカードと、あと極めつけがニューキャリアなので仕事の転機が来てますっていうメッセージが届いてます。なので、今いる状態を自分が居心地が悪いと思うのであれば、そこから離れるのも大丈夫。うんうん、そのチャンスは来てる。そのタイミングとかは自分でちゃんと見極めができるから大丈夫。自分を信じてっていうカードになってます。はい、以上です。はい。はい。じゃあピンとくる。はい。ありましたら。先生ありますかね。結構質問は、ね、相当来たと思うんですけどね、うん、はい、もうピンとくる方だったって方で構わないので、うん、はい、私はなんかサイカドンさんのさっきちょっとで同時にやっちゃったんでちょっと遠慮しようかなと思ったんですけど、うんうん、はい、なんかすごく忍耐って我慢しすぎてるような感じがします。すごくカードで見るとで、ペイシェンスってなんか我慢、はいはいはい、耐える方なのかな。でも、うん、ちょっと今、やっぱりさっきも言いました、さっきもちょっと目を閉じてくださいっていうことを言いましたけども、今、サイカドンさんね、目を閉じてみましょう。ね、目を閉じる。それで、今のお仕事、このコールセンターですか？そちらで今働いている自分というのをイメージしていただけますね。で、そこで働いている自分と他者に変わりたいって、もうね、どこかあると思うんですよ。そっち今度はその今働いてるところのこの気持ちというのを今覚えていていただいて、じゃあ、その自分が移ろうかなと思ってる他者で働いてる自分というのを今ここでイメージしていただいて、その時の気持ちを今感じてみていただいてよろしいですか。そして、さっきの気持ちと今の気持ちを比べてみてください、うん、ね、どちらがね、うん、心地よかったです、どちらがすごくいいなってワクワクしてたかって、その感覚が大事なんですね。で、なぜそういうことを申し上げるかっていうと、もうすでにもうあなたは、そういったものを受け取ることができている方で、もう本当自分の心の中に聞くだけで OK なんですよ。ただ我慢してただけで、うん、そうで、このラジエル、こちらもさっきね、後ろに並んでます、私のもう、あ、ラジエルさん、師匠なんですけど、そうです、私を導いてくれて、それで皆さんもということでいつも持ち歩いてるんですけども、もう何かこういったクレボヤンスっていうのは、もう受け取っているね、ご自分で自分の中でちゃんと受け取っている、ね、今言いました、どっちの気持ちの方が自分はとってもときめくかワクワクしてるかで、もうこれで選ばれて OK です。我慢する必要ないです、本当にペーシェンスね、それはいつも我慢する癖があなたにあるっていうふうに見ます。で、さっきもね、一番最初にね、聞いていただいたかもしれないんですけど、今の時代っていうのはもう耐えるとか、辛抱するとか、そういう時代ではなくて、変化もね、変容っていうのがもう起こっていて、で、そこにしがみつく必要は何もないっていう風になってきてて、ご自分の心がね、一番伸び伸びするところ、一
一番幸せを感じるところ、心地よいところに進まれると、すべてがうまくようにいくようになってます、うん。周りもそれがハッピーだったりします。斎華堂さん以外にもね、うん、周りの方、ね、そうですね。なので、幸せ、自分が一番幸せだ、だって思えるところに行かれて、そこでみんながハッピーだったら一番幸せですよね。ということをお勧めしたいと思います。そしてあなたすごく周り、何か恋愛に限らないんですけども、愛情とかね、外に探さなくてももう十分愛されているので、もう一つのアドバイスとしては、お仕事以外で愛を外に探しに行かなくても、気がついてください。ね、みんなに愛されている。周りにね、あなたをとても愛している人がいっぱいいて、そこを気づくと、もっとご自分に自信が持てると思いますね。感謝っていうことですけども、ないと思って探さないで、中に自分の中周りにすでにあるっていうことを分かると、もっと自信を持ってこれからもお仕事元気にできると思います。我慢する癖もやめましょう、うん、我慢しちゃダメだよ、時代じゃないから、ね、もういらないですね、うん、はい、新しいスタートね、うまくいくようにお祈りしてますので、どうぞ好きな道を歩まれてください、うん、はい、人ってね、やっぱりその目の前の苦痛の苦しみと、うん、あと未来のわからない不安、うん、ね、どうなるんだろうっていう不安とで、はかりにしちゃうと動けなくなるっていうのがあって、はい、苦しい方を選んで現状維持とか選んじゃうこととかもあるんですけど、不安っていうのは起こってないことだから想定するだけね、幻想なので、そうするとそれを引き寄せちゃったり、自分をそういうふうに失敗させるようにいっちゃうので、なるべく不安とかネガティブなそう空想とか、失敗するかもとかうまくいかないかもとかっていうようなことは考えない方がいいですよね。恐れと不安がね、恐れと不安が人邪魔しちゃいますね、そうですね、波動を低くするし、はい、チャンスに対してのこう感覚をストップさせちゃうっていうのがあるので、うん、感覚的に生きるためにはそこはあまり、あ、これは私が作った幻想だと思ってこう手放すようにした方がいいですよね、うんうんうん、もう頑張らない、頑張らない、もう、うん、ね、心地よいところに進んでいいんですよっていうことを、うんうんうん、もう私たちもみんなそれで来てますから、そうです、スピリちゃんはそうです、はいはい、頑張ると頑張らない、もうスピリちゃんの仲間なんだからさ、やめさせられる、頑張んない、もう頑張らない、楽しむと決めなっちゃいますね、楽しむ楽しむ楽しむと決めましょう、うんうん、はい、そうです、それでみんなハッピー、あなたもハッピー、みんなハッピー、そうそうそう、うまい方に行きますから、行きます、軽やかに、うん、はい、ということですね、はい、他の先生で、うん、じゃあ次の誰かやってみたい方いらっしゃいますかね、うん、じゃあ、ちょっと読んでみますね。うさぎさん、来年仕事で何か新しい分野でチャレンジしようと思っています。メッセージお願いしますというのを聞きますね。どういう仕事してる人、はい、ね、今現在何をされてるか。今の会社とか今の仕事の中で新しい分野行くのか、うん、それとも転職とか、転職とかを前提なのかとか、ね、そこを教えていただいて、書いていただけると、アドバイスしやすいので書いてください。はい、あと、斎華堂さん、うん、ありがとうございました。ワクワクする方を選んでいます。よかったです。はい。ぜひぜひ。ぜひ、ちょっとね、プリンさんの来年のメッセージと、ご主人の仕事、やりたいことの背中をしねっていうことで、多分全部ご本人の中すごいつながってると思うんですけれども、うん、そろそろプリンさんも少し今まで習ってきたり覚えてきた技術やいろいろ使って稼いでみてはどうでしょうか、デビューしてみてはどうでしょうかね、こちら側でと思いますよ、こちら側で、はい、でそれでそう、家賃じゃない、家庭の収入を上げたり、自分のね好きなことに使ったりということもできますので、そろそろ自分、ご主人がとかお子さんがとか周りを中で自分をバランス取ろうとするんじゃなくて、まず私がっていう方の時間の使い方とか、ね、自分がやってみるっていう方ね、だって何かを背負ってるわけじゃないから、何もしなくてもゼロだったら、もう何かすればプラスしか出てこないから、やってみる方がいいと思いますよ。外に出たり、あと褒めてくれる人っていうのをお友達とかでも周りでもね、増やして褒めてもらいながら表へ出た方がいいと思います。生き生きもするので、うん、金星運はね、結構この方悪い方じゃないんですよ、うん、ご自身頑張らないで周りからもこう来たりとか、うん、そういうねご相手を見つけたりとかって、うん、意外にこう食べる分は保証されていく運気を持っているから、うん、何もそういう心配を持たずにやっていったらいいんじゃないかなと思いますよ、う
アバンダンスね。うさぎさん、はい、ね、あ、さっきの方がうさぎさん、今2人、うん、同じ別の方にね、さゆさんの、さゆさんのこのカードだったんですよ、うん、今全部、ね、でも引き方も順同じ、全く同じシャッフルをして順番がシンクロが起こってますね、メッセージを読みながら、うん、で今うさぎさんね、転職の転職、うんうん、まさに転職って出てるので、うん、並び方も順番も一緒ね。緒ですこれだってこれ三回連続で、ね、そう、これね、ちょっと待って、これ天文学的数字になるよ。あ、でも三枚だ。三回連続、あ、二回連続でまず同じものが出てるってことで、うんうん、ですっていうのはさ、確率的には44×44×44×44×44×44×44×44ですよ。みんなこういう時期に来てるんですよね。そう、こんなのありえないですよ。見てください、ほら、ちょっとありえない、順番も一緒ですね。居心地の悪い場所から離れる、立ち去るね、立ち去る、そうそう、で順番は同じだ、リーチが入ってるので、うん、もうその場所から立ち去っても大丈夫だよ、うん、まさに転職、うん、転職ですってメッセージ、うさぎさん、そうですよね、そう、そう、シンクロです、そうですよ、これね、同じの出てるってことはさ、44の64、これね、そうそうそう、見てる人でね、同じテーマの人多いってことだよ、そういうことです、ね、皆さん注目してくださいね、このポイントですよ、うん、はい、来られる方でも ね、同じような悩みを持ってらっしゃる方が来られる方が多いので、うん、そうですね、引き寄せてね、そう思います、はい、まさに今この気持ち、うん、言葉にしないでもこういう状況、うん、頑張っても頑張っても辛いと思っても、うん、まだ今その場所から出れなかった方々、うん、もう大丈夫だよ、うん、自分の意思に従っても大丈夫、うん、まず動くことですね、はい、動けば結果がちゃんとついてくるので、る、あとは本人の決断次第という時期次第みたいな、はい、うん、そうですよね、うん、体調やね、いろんな状況が大変になる前に、自分がしんどくなる前に決断して動くっていうのがいいかなと思います、ね、しずたま先生になってますけどね、しずたま先生アドバイスしてらっしゃる、あー、マールさん、はい、はい、これからの私に向けてメッセージをいただけると嬉しいです、うん、まあ、マールさんのことちょっと意識波動を合わせてちょっと今カードやっぱり引いてみました、うん、でカードが出てくるとね、受け取りやすいかなと思うので引きました。一番結論としては、いろいろなお知らせが来たり、そういったことにもっともっと注意を向けるというカードなんですけれども、何かまず、マールさん、自分自身のこともそうだし、他の周りの人のことも受け入れるっていうことが大事。何かいろんなことを、これはここまでとか、幅を自分で狭くしないで、どん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 受け入れる、自己需要、うん、自己容認っていうのもあるんですけども、周りに対してももっとこう、もう器を大きく持ってね、人には人の立場、うん、自分にもあるけれども、そういったことを受け入れていく、はい、であと手放して受け取るというのが出てます。それは例えば執着であったりとか、あるいは何かこうでなければいけないとか、そういったことの狭い枠の中ではなくて、もう両手をね、クローズしてたら何も受け取れないので、もう手放してくださいね。そして、来たものをどんどん受け取ってくださいっていうメッセージが出てます。そして、うん、マールさんには何かそういったことを、願う、今現在もそうなんですけど、すごく引き寄せの力が起こっているので、何かいろんなことをご自分で積極的にね、自分はこれをしたい、あれをしたいってことを自分から発信して、それを頼む、あるいは望む。でさっき、ね、ハニエルさんがおっしゃった通り、恐れとか不安ではなくて、現実にこうなりたい、ああなりたいということを自分から発信したものを常に考える、恐れや不安ではなくてね。で引き寄せの力が強いときほど、注意が必要で、お願い事とその自分の普段考えていること、思考って言いますね、考えていることを一致させるということがとっても大事です。なので願っていることはすごくこういうことなんだけど、いつも自分は不安とか本当にそういうことになるんだろうかって恐れている人は、まあ、宇宙はそっちの方を現実にしてしまうので、マールさんには、まず思考と願望、自分が普段考えていることと自分がこうなりたいということを完全に一致させるということが重要だというメッセージになっています。よろしいでしょうか。
はい、うん、以上です。はい、ボケとツッコミがちょっとすでボケとツッコミ、そうなんです、はい、ね、あ、そうそう、うさぎさんってルンルンで転職しますって。ね、そうですよ。よかったですね。楽しい報告。よかったですね。また応援します、ね。本当、ルンルンで転職いいですね。クリさんね、うん、あのそう、ライトワーカー、ね、うん、向いて、すごい天使のようなエネルギーを持ってるんです。柔らかくて、愛に満ちてて、とても可愛らしいエネルギーを持ってらっしゃるので、ご自身がこう安心と喜びを感じていれば、もうすでにそのエネルギーを人に、こう波及してあげているので、やはり人との中でやっぱりそれを自信を持っていくといいので、学ぶんじゃなくてそろそろ実習というかね、外へ出て本番に出た方がいいと思いますよ、うん、ね、本番に出る、デビューする、そうそうそう、ね、デビューをして裏じゃなくて表に出て、そうそうそう、表に出てもう、ま、吸収したり学ぶのはもう十分やってるので、あとはアウトプットをしていくという、岩扉ですね、そうですね、その方がいいと思うんです。で、大丈夫だよさん、私はどうやったら痩せられる、スクワット好きじゃない大丈夫だよさんはね、すごく第一第二チャクラ、チャクラがすごくね、あのお強い方だから、あのエネルギー値が高いので、うん、そのままでいるのはちょっと難しい方なんですよ、うんうんうん、エネルギー持ちもいいし、だからね、ちょっとやっぱり食べるものの内容を変えたり、流れのいいものに変えていくっていうのは大事ですね。あと感情エネルギーとか、内なる鬱屈とかストレスとかがね、溜まると余計こう代謝が悪くなる方なので、ストレス発散をすごくよくなさった方がスキッとスキッとしてくるんじゃないかなと思います。エネルギーが溜まりすぎて滞ってしまう、滞っちゃうね、うん、そうするとね、あ、そんなに食べてなくてもこう太ってしまったりとか、エネルギー太りしてっちゃう、エハラサイト体験になっちゃう、だから僕も太るんですね、なんかちょっとこの辺がとか私もそうでガーッといっちゃうんですけど、皆さんやめスピーチだってね、エネルギー太りしてる方多いんですよ、パワフルでいらっしゃるから、どんどん出してたのね、のエネルギー、エナジーワークでね、うん、そうそう、あのよく言われるのは裸足で歩くとかね、いいですよね、スチュームとかね、芝生を歩くとか、うん、なぜかったらあの靴普段履いてますよね、うん、昔は履いてないんですよね、みんな裸足の時は溜、うん、めないで外に出して出してっていうことができたんですけども、うん、今寝る時ぐらいじゃないですか、お風呂入ったりとかね、うん、裸足の生活、あと、床、木を踏むのもいいんですけど、土、うん、芝生、積極的に歩かれて、ね、裸足、沖縄だったらよく海を、砂浜とかね、海をおすすめしてますけど、うん、ヨガやる時間を増やしたらどうですか、ね、うん、ヨガを時々やってるって思います、ね、こういうことをなんか痩せてる方が言うとすごく説得力あるんですけどね、うん、私が言うな、私が言うなよなので私も頑張って痩せましょうみたいなね、いや頑張ります、うん、スクワットか、うん、ね、腰ね、はい、うんうんうん、はい、マールさん、ありがとうございます。自分が気づかないうちに執着してしまっていることがきっとあるのでしょうね。それを手放して本当に望むことを見つめて、イメージングできるように心がけてよるようにしようと思いますということですね。はい、どんな自分も自己肯定ですね、うんうん、いい自分と自分が好きじゃない自分とかって皆さんあると思うんです、うん、私もあるし、だけどそんな自分も可愛、ね、うん、いし、それでいいやって、うん、そんな私もいいよって認めるね、肯定してあげるとか、うん、ああこれでいいんだっていうのがやっぱりね、うん、いいと思うんです、ああこれでいいんだっていうのをこう口癖というか自分にかけてあげる、うん、大事かなと思いますね。大丈夫だよさん、そう、やっぱりヨガ続けます、続けてください。あのね、ピカチュウのようにエネルギーがね、あ、そうなんです、前回の月 1,2 ぐらいでやってらっしゃるってちょっとおっしゃってたんです、ピカチュウのようによく出す人なんで、ピカチュウ一般のエネルギー種だから、なんかエネルギーで見ると、だからヨガやってください、足、こう足裏くね、よく足の指とかやってね、ピカピカですか、じゃあ放電する必要がある ね、ピカチュウだったらますますね、平石に出してあげ て、うん、放電放電ね、放電です ね、 ね、うん、そう、ひと月4回、お家でも、お家で寝る前にやったらいいんじゃないんですか、うん、ね、夜寝る前に毎日、そう、大丈夫だよさん、イコールピカチュウ、そう、うん、第一体に充実してる人と健康そうだからいいですよね、うん、ね、いいですよ、タフなんですよ、うん、元気だから、うん、ね、うんうん、うんうん、なおさん出遅れましたね、はい、出遅れましたが、私もお願いできますか、今日ちょっと今までの区切りをつけてきました、
新しい年に向けて何かメッセージをいただけると嬉しいですということですね。区切りをつけたの。区切りをつけた。区切りつけちゃったんですね。確かになんかこう日の出というかね、変化という感じのビジョンが見えるんですけれども、なんだろう、なんていうんですかね、自分と違う自分になるとかね、すごくこう勢い込むことは必要なくて、もうなんか余計なものをどんどん排除して、自分の周りからも遠ざけて、自分に煩わしい人も遠ざけて、関係を整理して、で自分をドンと認めてしまうことから始めたらいいような感じがするんですよ。なんか自分を変えてとかっていう感じじゃなくて、区切りをつけて、そうですね、自分に合わないものを外へさよならして、自分ドンみたいなね感じかなって感じが、で自分で日の出が上がってくるっていうビジョンが見えるのでいいかなと思いますね、はい、それではまた溜まってる中で、はい、先生方でピンとくるのありましたらお願いします。さっきのクリームさんのメッセージをくださいっていうものなんですけど、あの誕生日を迎える頃に、あの大きな気づきまたは大きなアクションが起こるって出てまして、まあ、であと自己主張をするタイミングが来てるよっていうカードとなってます。あとお子さんがいらっしゃるのか、または自分の幼い頃の思い出だったり、ちょっとトラウマだったり、あの忘れていた心の奥底のものだったり、そういったものを少し癒す。でお子様ともしいらっしゃるのであれば、一緒に楽しいことをすることで自分のこのインナーチャイルドも癒すことができるので、そういったタイミングまたは時間、そういったひとときを持つのもとても大切って出てます。綺麗なカードですね。すごく輝く感じで、ドリーマークさんのカードですね。妖精のカードですね、これね。素敵。ちなみにテレビの右上で買えます。右上で買うとですね、 3% スピーチャーテレビに寄付されるようになっております。ぜひ皆さんいいなと。どんなやつですか、これは。ちなみにこのカードはこれです。これです。妖精のカード。マジカルメッセージ、マジカルメッセージ from your fairies。 フェアリーズ、フェアリーズですね。すごく綺麗ですね。妖精からのメッセージ、エンセルよりもすごくリアルだし、すごくはっきり具体的ですよね。出てくるんですね。リアルも綺麗ね。ちゃんと何がお願いしたいのとかっていうカードもあるんです、ね。なので具体的なものを求めているとか、そういったはっきり妖精のようにそういうメッセージが多いです。ね、何かこう見ててウキウキワクワクしますよね。いいですよね。面白いか。キララさんの方のこの、あのカードは何でしょうかね。キララはね、デイリーガイダンスフロミアエンジェルという、まあ私は英語版それ、ちゃんと日本語でちゃんと解説あります。大丈夫です。あ、これタイトル俺の持ってる。あ、聞いちゃったんだ。使い込んでて。使い込んでてもタイトルがない。いつの間にかないですね。2、3年の間に。なので、すごく私がスタートした時はこれから始めて、自分で受け取って、その後本格的に始めたと。一番おすすめして。あの、エンジェルカードのお勉強を始める方は、私、あの、初級とミドルとね、ビギナーと、いうクラスも持ってるんですけども、これを持ってない方にはこれをお勧めしてます。で、なおさんも解決したみたいになって、ありがとうございますっていうメッセージ来てるんですけども、なおさんにちょっと私からもメッセージよろしいですか、ですかね。なんかあのご自分にあのご褒美あげて、なんか人のことをよくいろいろされるような印象があるんですけども、まず今日明日は自分のために何か買ってあげるとか、なんか自分を癒すような、なんかね、自分にご褒美っていうカードが出て、で、あと、まあ、本当に自分が今ある状態を、本当の本音を話さないと何も変わらないよっていう意味のカードが出てます。なんか揺らがずにあることっていう意味なんですけど、ということは、もしかしたら奈緒さん、あのいろいろちょっとしたことで揺れているところがあるのかもしれない。なぜそういうことを言うかというと、グランディングっていうカードが出てるからですね。で、さっき言ったことで、くしくも、あの、裸足で歩きましょうとか、あの、芝生を歩くとか、土を踏むくすね、そういうことを言いましたけども、グランディングっていうのは、しっかりと地に根っこを張って足を、しっかり地に足をつけるっていうイメージのカードなんですけれども、そういうことを、アドバイスですね、来年のね。
あと根菜類食べるとかね、うん、じゃがいもとか土の中にある大根とかじゃがいもとか、うん、ごぼうとかこんにゃくとか煮物を作って、うん、あのコンビニのお食事ばっかりとか外でもし食べてるなって何かね、うん、あの簡単にお食事もし済ませられてたらもしかしたら食事の方からも、うん、あの改良でなんか生活がうまくいったりとかもねそういう印象もあります。なので自分をいたわって自分にご褒美をあげて、うん、ぜひやってくださいね。はい、テリーさんももうこの間ヒーリングパラダイスでデビューされてて、ちゃんと、ね、僕も持ってて、テリーさんのカードですね。僕もね、汚くなったけど消えてはいないんだよね。でこれであのちょっとさっきだからテリーさん気づかなかったんですけど、あの同じカードなんですけど、これタイトルが消えてるけど、これが本当、これが本物だけど、これ守護天使のカードと呼んで、このやつ使ってる。うん、ものすごく受け取りやすいので、これもおすすめです。これね、私も実はこのカードおすすめだなと思って、このカードね、おすすめでね、なぜかというとね、うん、こう初心者でも、あの、上級者でも OK のカードなんですよ、このカードは。だからね、誰が買ってもいい。だから一生もんにこれ使えるから、このカード。で、これデイリーってのもまたいいんですよ。だから毎日いてもいいの、このカードは。すごく使いやすいから、あのこれはカード、絶対1個に1台ですね。持ってて1台デッキ、1デッキ持っててくださいね。そんな感じです。はい。解説もいいですよね。その他の意味とか、ね、絵も綺麗ですね。なおさん、お引越しとか、あと自分だけのその空間、部屋とかっていうのをすごく大事にするといいですね。他人を入れない部屋、自分の部屋にするとか、ね、もしくは近いとこに住んでたり、うん、一緒だったらわざわざもう引っ越して出てしまうとか、うん、自分だけのための空間、家っていうのをお作りになって自分が根付けるようなしていくっていうのがするといいですね。ね、あのそうやって自分を中心にして自分のためっていうふうにしてあげた方がいいと思います。じゃないとやはり周りに理解っていうのは難しいので、自分がもう自分、それ以外は出てってくださいっていうことがすごく境界線作っていくことがすごくいいと思いますね。はい、きちっと出るという、ね、ですよ ね、 ね、その方がいいです。ブランディングってそういうこともありますよね。私は私、自分は自分で言って、しっかり太い、ね、木の幹として根を張って、はい、私は私ってそこに立つということですから、うん、ね、ぴったりそういうことですね。はい、ですね、はい、自分が空間を持つってこともブランディングにつながるので、自分のための、適切な境界線とか適切な距離っていうありますよね。ありますね、人との間にね。うん、優しい人とか親切な人ほど入れちゃうんですよね。入れちゃうんですよね。それで自分が疲れちゃう。そういう印象ありますね。だからもう物理的に自分だけの空間を作っちゃうとかっていう方がいいですよね。まあ、スピーチの人はちょっとね、いい、なんていうか、まあいい人多いからね、それでなりやすいんで気をつけてくださいね。気をつけた方が、でもいいきっかけの時期だと思います。あの強い意志が芽生えてきている感じがするんですよ。タイミングが来て、っていうのも。だそれですごく日の出のイメージで見えるんだと思うんですけど、いいきっかけだと思うので、ぜひ。そうですね、なおさんかな。なおさんはありがとうございます、ご褒美。静田さんもありがとうございます。老婦が病気です。父にしてみれば私に姉と仲良くしてほしいのですが、まさにその姉を今日切り離しました。おー、自分の領域を守るように心がけます、うん。ありがとうございます。切り離したからこのメッセージが来てるってもあるんだね。強い意志っていう感じもしますので、いいと思います、ね。お父さんがこう仲良くしてほしいという気持ち、ああ、そうなのねっていうだけで、それはお父さんの気持ちね。でもそれはそれ、私は私で、あのちゃんと自分の中で両方両立できると思います。まあ、お父さんの気持ちを分かったよと、分かった、すごく分かりますと。ね、で、だけど私はこういう生き方したいのよでいいんですよね。そう。例えば相手がまた変わってきたりとか、時期が来れば、関係性も変わりますね。ちゃんと会えば、そうなんかもしれないけど、今はノーですっていいんだと思うんですよ。妥協したりとか、我慢っていうのはない。ただ、まあ、お父さんの気持ちはそうよね、ぐらいで。いいと思いますよ。私は私とね。親離れ、子離れ、兄弟離れっていうね、感じの時なんだと思います。自立という。自分の人生は自分の人生ですからね。誰かの犠牲になる必要はありませんからね。そうですね。はい。いいと思います。大賛成です。はい。あと先生の中でどれかピンとくる方とかいらっしゃいますか。ね。
時間大丈夫ですか、皆さん。という方がとても多いですよね。で、私がこう全体にお伝えしたいことは、やはりこう体とか心とかで無理が出てしまうよという時は、行動してしまうということをやってみる、動いてみるということをやってみたらいいと思います。行動して次のサイコロまた振っていくとか、あと人によっては遠くへ旅行をするとか、少し休暇をね、取って見るというようなことをして、日常から離れて別のところへ行くっていうようなことをして、そこでまた考える、身の振りを次を考えるとかっていうような、そういうきっかけを作るっていうのはとても大事かなと思います、うん、混乱したいつもの状態のいつもの中で考えるんじゃなくて、違う場所へ、例えばこういう沖縄に来るとかね、うん、3日ぐらい休み取って来るとかでもいいので、そこで違うサイコロ振ってみるってことが新しい芽が出ると思うので、うん、環境を変えるね、はい、環境を変えるっていうのをやってみたりするといいですね、あと本当に自然の中に入っていくのってとっても大事ですよね。大事ですね、うん、で自分が仕事とか恋愛とか家族で悩んでたとしても、うん、自分の心にどうしたいのかって聞くと、じゃあ仕事を今答え出せなくても、じゃあ静かな場所へ行きたいとか、うん、自分のために時間を使ってあげたいとか、何かしらメッセージを出してると思うんです、うん、心の中 でそれを聞いて叶えられる、自分がちょっとできることから、うん、手をつけてあげるとかすると、また次に広げていくので、うん、自分に与えてあげるっていうのはキーワードかなと思いますよね。自分に、自分に、そうですね、うん、どんどん与えてあげるっていう、うん、ね、今日エディさんがすごいできる方なんです。福張りのなんかサンピーチャーまで買ってきていただきまして、はい、皆さんの方にあるんです、はい、すごいですね、はい、なんか、ね、普通の仕事でも、いや、AD をですね、こう今日初めてやられててですね、それでもうここまで対応しちゃってるってすごいんですよ。こなしているとですね。すごい方ですね。バンバン、これからアシスタント。多分ね、普通の仕事もバンバンできる人ではないかと思うんですけどね。ババさんでございますけどね。ババさん、インド先生術もできる。ああ、そう、ジョーティッシュ先生術できるんだ。ジョーティッシュもやってらっしゃる。そうそうそう、やってもらっちゃったこの前。そうなんです。インド先生術、いいですね。ちょっとピコンピクってきましたね。うん。ね、指示を放り出すことはできませんが、確かにできないと思うんですけど、自分だけの時間とかね、空間とか旅行行っちゃうとかでもいいので、どんどん自分のために使ってあげてくださいね。あと深呼吸大事ですね。うん、日頃は呼吸がとっても浅くなっていて、ストレス抱えてると本当に息してない時もあるぐらいで、息止めてますよね。それで脳に十分酸素いかないので、いい考えが浮かんでこないって、この悪循環になっちゃう、なので今あって深呼吸って思った方、ちょっともうね、私目をつぶってよく言うんですけど、思いっきりね、息をパーッと出して、一回出してでね、吸って、肺の中いっぱいいっぱいして、それからふーってもうね、もう古いエネルギー息で出しちゃうぞぐらいの気持ちで出して、もう3回以上ね、3、4回、ね、3回以上、5回ぐらいまでやっていただいて、ああって脳にね、新しい新鮮な空気、開通みたいな感じで、そしたらいい考えも浮かんできますよね。もう落ち着くってことで、まず深呼吸をお勧めしますね。まず朝起きたら深呼吸。ね、なんか今なんか自分がぐるぐる考え込んでるぞと思ったら深呼吸。ね、キーワードは深呼吸です。どうぞ。いいと思いますよ。大事です。解決できないとか、解決できないことはないんですけど、自分がどっちも捨てれない、どっちも得られないとか、自分でアクセルもブレーキもね、どっちかに決めれないってことは考えてもしょうがないので、パサッと違うことを考えるとか、自分のことを見るという方に使った方がいいですよね。いつまでもアクセルブレーキ持ってきてると消耗していくので、それでお掃除って、掃除に集中してね、やるといいですね。もう意識がそっちに集中なので、お掃除いいですね。しばしその悩みから離れて、夢中に整理整頓したら気持ちがね、エネルギーも出ていきますね。あと浄化もあるしね。そうそうそう、捨てれないことってないんですよ。最後自分の体と自分の心だけを共にすると決めれば、それ以外は自分がいくらでも切り離せるので、切り離せないと思ってるのは自分だけなので。そういうことですね。はい。うまくまとまってますね。と思います。すごく思います。すごいですね。いえいえいえ。人気が。キャリアがすごい。年が。年が。
経験がものを言ってますね。チャットで転職ですか、それとも転職の方ですかって来てるんですけど、どなたか分からなくなっちゃってますので、ね、名前をちゃんと変え、もう一回入り直してですね、はい、でどういうご相談かっていうこと書いてくださいね。はい、転職、名前のところに質問入っちゃってるんですよね。ああ、そうですね。件名みたいになって、名前を入れていただくと、仕事を変えるという転職ですか。話の方かな。両方じゃないこれ。どっちもじゃないですか。転職イコール、ね、ご自分のなんか、誰だったんだろう、ね、思ってるところに進まれるということで。まあでも、お名前教えてください。できましたら。他でいますか、ピンとくる方。ね、あとはね、ちょっと待ってね。来年全体的なメッセージ、同じですね。しずたま先生はこっちが出ないんですかって。ちょっと来ないのね、しずたま来ないんですか、先生。先生、バシッと皆さんにこう。ね。まあ、もしかしたら今年最後かもしれないけど、ね、スピーチャルの鑑定団なんですけどね。まあ、ちょっとその区切りでね、ちょっと沖縄からやってて、このスタジオ形式でやれてるというのはすごくいいんですけどね。まあ、かっこいいですよね。本当はこのタイプで俺やりたいね、本当は。普段はね。リアルね。スカイプの人もさ、先生顔出してよ、今度。動きがないとつまんないじゃん。今日カメラがガンガンこうやって切り替わるんだよ。こう楽しくてしょうがないからね。セキララに出てます。こう、とか、ね、いや、臨場感あっていいでしょ、やっぱり、そのね、カードも頑張ってるしね。カードもこれも見せてもらえるしね。そうね。ねえ。ねえ。しずたまちゃん、バッチリ見えてますよ。暗躍してるのがバッチリ見えてますよ、先生。しずたま先生。映像にやったら楽しい。ここはどっちなの？沖縄ですよ。大丈夫だよ。いやそのままよ。半袖だもんだって。最下のさ、猫カゴに入れといて、そこ映しててもいいからさ。猫でいいから。すごく動かしといて。ね。止まってるとダメ。そこはどちらなんですかって。沖縄です。沖縄ですよ。この間言ったじゃないですか、沖縄行く。そうなんですよ、沖縄なんですよ。半袖ですよ。あ、しずたまさん。ね、沖縄のパラダイス。あ、占いパラダイスで。占いパラダイスですよ。パラダイス、おととい終わりました。ヒーリングパラダイスはイベントなんです。それイベント名がヒーリングパラダイス。で、ここの場所は占いパラダイス。国際通りに面してあります。すごくいいところ。こんばんは。ピンマムさん、こんばんは。こんばんは。一等地だからさ。すごいメインストリートですよね。にぎやかで、ご飯屋さんからお土産屋さんからいっぱいあって。1階はエンジェルグッズを売っている。レインボーエンジェルというお店で。そうそうそう。私、週に1、2回はそこでも働いてます。そうなんですか。ぜひ。ここ目台とか買ってきちゃいました。上で。ここ1階、2階がスピリチュアルビルに貸してますよ、最近。そうすごい。3階がスピリチュアルなんですよ、大変なんだけどね。ね。3階は今、美容室ですけどね。ね。お蕎麦屋さんも見えてるのかしら。お蕎麦屋さん。お蕎麦屋さんね。しずたまさん、今度沖縄来ようよ、また一緒にさ。多分ね、半年以内にまた来ると思うんだよね、俺。そう思うのよ。また来ようよ。久高島とか一緒に来ようよ。行きましょうよ。もういろいろご案内します。食べ歩きでもいいけどね。翔子さん、この間女性自身の特集出てました。ありがとうございます。見ていただきまして、さっきね。はい。ピンママさんも来年に出てる。ピンママさん、こんばんは。メッセージですね。ピンママさんもこちら側へぜひデビューしてください。ねえ、どういう方なのか。よく常連さんに。常連のコメントいただく。ああ、そうなんですか。こちらが出ましょう。ピーマンさん、来年に向けてのメッセージいただけたらお願いします。行動範囲が広がりそうですね、ピーマンさんは。もう物理的な行動範囲も広がりそうです。どんどんお外へ出たりとか、人に会ったりとか、イベントに行ったり、オフ会に行ったりとか、なんかしそうですね。どんどんオフ会とかにも行くといいですよ。スピリチュアルテレビだったり、いろんなね。外にね、行きそう、家から。スピーチャーテレビ、すごいことになってるんですよ、今回。ね、何人?40人。わお。しかも全国から40人集まっちゃって。すごい。朝から晩までなんですよ。半数以上が先生方ですよ。だから、どういうことなんて分かんないのよ。すごいよ。そうなん話したら全員どんどんアドバイスくるよ。明治神宮からご飯行って、その飲み会に行って。これはすごいよね。来年もやろうかな。来年100人でやろうかなと思って。そんな感じになっちゃった。しかも明治神宮で正式参拝ですよ。ご一行様で世界平和を祈っちゃうっていうね。
やりますからね。すごいですよ。これ、しずたまさんも書いてある。ピーママさんは来年スピリチュアルテレビデビューすると思うの。うん、デビュー決めましょうかね。何日しましょうかとか言って。追い込んでいかないと。ね、ないのにね。ほら。あ、すごい。みんなこうやって応援して。ね、うん、パーケンが売り出されるのか。いいですね。いいと思いますね。はい、あ、今ね、直感でですね、はい、あの ティーさんがですね、ちょっと心ときめいてる人がいるんですけど、うん、その方とうまくいく方法をちょっとアドバイスお願いしたいと思うんですけど、ね、うん、心ときめいてる方がいらっしゃるんですね。だってその方は気づいてないみたいなので、やっぱりストレートに行く必要があると思いますよ。あのそのことに気づいてない感じがあるので、あのまさかそんな風に思ってないだろうと思ってるので、もうちょっと個人的にやっぱりアプローチがいかないと、ね、行動ですかね、はい、あ、ラブインアクションと、ね、個人的に、ね、興味がありますよってことは言った方がいいと思うんですけど、はい、そうすると相手の中で、あらって言ってね、また、あの、あら、そうですかってこう目が行くじゃないですか。あ、そうですか。じゃあ、うん、テディさん、その心の中でその方の名前先生ですよ、早速カード。口に出さないでですから、あの心の中で今ね、はい、あの、今回その方の名前を呼んでいただいていいですか。はい。心の中で。呼びましたか。小野さん、伊藤先生です、でもぜひ。名前はちょっとわかんないでイメージします、ね、うん、はい、アドバイス取れてすぎる。うん、うん、トラスト信頼、うん、あらららら、あんまりあれですね、ね、微妙ですね、うん、なんか匿名の、うん、感じ、なんか あってはいるんですか、それとも会いましたよ、はいはい、あ、お会いになってるんですね、そうなんだ、お顔を知っていらっしゃる、なんかこれはロマンチックな恋を引き寄せます、うん、今の寄せる感覚をすごく満喫することでっていう風になってはいるんですが、バラの香りを嗅いでいる、うん、彼女、うん、トラスト、信頼、年下ですか、だいぶ年下です、 ですね、かなり年下。うん、相手の方ってなんかこうティさんのこと目に入ってないというよりも、うん、全てのことがこう遠くを見てたりとかっていう感じがするので、アピールをしないと目に入んないと思うんです、全てのね、旗振らなきゃダメですよ、目の前で、うん、やほーって言わないと、割とね、バックスをだって遠くを見てたり、うん、他の考え事をしてたりっていう、そうの感じがすごくするので、うん、なんか自分の世界に住んでる、なんか今のところやっぱり片思いっていう、うん、今のところですか、うん、まあ今のところっていうか、今あのこのお互いに引き合うだけの力が足りていないっていうカードが出て、つまり何かあの何かこう引き寄せの感じ、うん、なんかテディさんとその方が交差してないような、うん、なんかこうね、はい、ものを感じますが、なんかテディさんが本当に、うん、あの自分というものを出してアピールされると、うんうん、そこがポイントだってことですね。そうですよね。今この絵見ていただくと分かるんですけど、はい、やっぱりお互いにこうなんか本人の顔を出してないようなね、うんうん、匿名でお付き合いとか、うん、あの接してるのかな、そうそうそう、わかりました、本音、仮面舞踏会の、そうそうそう、もうなんかそう、もっと個人的な、うんうん、トラストってのが来てますね、信頼ね、信頼してね、頑張ってトラストして信頼して頑張れってことですか、まあ相性がいいんだと、自分で信じてしまったら、信じてしまったら、じゃあ信じてしまって、自分で信じてもですね、相性がいいんだと思って信じてしまった、今の状況では、うん、信念を持つことが大事ということなんですが、はい、春のためには春までに少し行動を起こす、うん、そう、個人的行動をね、春までに、春に、新春ですか、までに、新春、初春、そう、うん、犯罪ではないですよねとかってツッコミになるんですよ、犯罪じゃないよ、みんなキャッキャ言ってますあそこで、うん、うん、そうそう、みんな恋バナになるとすごいみんな盛り上がって、ね、ダーッとねえ、かがわしいって、もうみんなテリーさんじゃなくて小泉さんで付き合わない、そうですね、ありますよね、まあ、そうですね、匿名とかするとまた、ね、あ、なんかこうアプローチしたりお話ししたり親切にしてもね、あのみんなに優しい人で、ああ親切なんだみたいな感じに
取られてしまう部分があると思うので、個人的な受け止めとか支えてあげるようにみたいな感じで、お酒飲ましちゃう。はい、いろんなアドバイスが来てますね。はい、はい、うん、まあ、ちなみにこのカードなんですけど、これ、うん、私もおすすめのですね、恋愛にはこのカードっていうカードがありまして、ね、私もヘリさんも持ってらっしゃる。そうそう、私も実は持っている。はい、ね、これはもうですよね。すごく、あ、これです。すごく出ますよね。出ますね。これね、そう、分からなかったんです、最初、この良さが。このカードの良さ。本当にね、この恋愛にこのカード向いてる、ね、なんか宣伝してるようになっちゃってますけど、これもう右上で買えますから、恋愛をこうとかね、あと、まあ、今ね、その旦那さんとの関係もですね、困ってる時とかね、これを引いていただくとですね、結果出てきますから、ロマンスエンジェルカード、これをおすすめです。ありますよね。なんかリアルな絵なので、はい、そう、持ってる自分が恥ずかしいので、やはり買えなくて、うん、ああそうなの、うん、リアルじゃん、はい、本人に読んでもらうとかね、感じで、チュッチュしてますかね、これなんか、そういいですよ、美しい、そうですね。綺麗なんだけどね、ロミオとジュエットみたいなんで、全部、ね、素敵ですよね、物語的な感じで、こういうような感じです、こんな感じ、トラスト、信頼ですね、信頼です ね綺麗だよね、これね、うん、みんなでリア充になりましょう。こんな感じですかね、キャ、ね、ーってみんなロマンティックフィーリングです、ね、そう、うん、美しいですよね、美しいですね、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしいですね。この濃いピンクと金色っていうのもエネルギー的にまたいいですよね。うん、サイドの金色でね。そうなんですよ。ハニムーン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 。そう、ハニムーンとか入って思わなかった。美しいですね。うん。あるんですよ。綺麗です。そうなんです。ね。セパレーションなんてもうなんかお別れみたいなのもズバリ言うわよみたいな感じで、ゼクシーとマスエンジェルカードを買うと恋を寄せ寄せられるかしら、ゼクシーでこうイメージっていうのもですね、ロマンチック、ゼクシーとロマンスエンジェルカードを買うと恋を呼び寄せられるかしら、それはありえるよね。私がね、よくゼクシーの話をしたんですよ。ゼクシーはそう、確かにそうだね、そのカニエさんが言ってた通りだし、買って、あ、このベースも好き、あ、いいってこう自分がまるで本当にこう結婚決まってしてるようにしてると、なるっていう、で、やっぱその実践のところをどうしようかって時にロマンスエンジェルカードを引けばいいんだよ。そうですね、そう、そうそうそう、それは絶対おすすめですよ、それ本当に、おすすめ。そうですね、これがなんか恋愛の赤信号みたいな、どっちかが押していかないといけないからね、押していくか美味しく食べてっていうか、どっちかですよね、本当にもしくは周りがこう世話焼きというかこうしてくれないと結論が出動かないことが多いですよ ね受け取りやすいからですね、ロマンスエンジェルカード、この年で買ってくださいな。本当いいですよね、年は関係ないよ。そうそうそう、何が78歳で、ね、肉体年齢ですか、魂年齢ですか、大丈夫ですよ、だから78歳じゃないじゃない、あなたとか言って年齢関係ないですよ、あの私の知ってる50代の美魔女が皆さん素敵なダーリンゲットしてですね、20目30目の恋愛を謳歌してますから。なんでみんな90歳行くんでしょう。ミラローズさんもね、あの最近20数歳年下の素敵な彼を。そうですよ、出会って、あまりミラローさんのこと言えないけど、結構ミラローさん年下の方多いですね。ああ、ね、妖精的なところだから若い方と会うのかもしれない。年下の方はいっぱいね、ね、元気が魅力的だゲットされてますけど、ね。うんと年上だと介護違うか。ね。シーナさん、僕。お来年に向けてのメッセージをいただきたいです、僕もかな、ね、ですね、シーナさん、シーナさんは男の方かな、うん、僕っていうぐらい、そうですね、シーナさん、うんうん、なんかね、ご家族をご両親だったりね、うん、ご両親だと思うんです、ご両親と一緒のビジョンがあるので、もしね、同居か別居かちょっと分かんないんですけれども、このお正月ご両親とのお時間を大事になさって、なんかちょっと家族団らんの時間とか穏やかで優しい時間を過ごすことがちょっと
なんか、うん、イメージ的にすごく浮かぶので、ご両親とぜひ穏やかな感じでぜひ過ごしていただきたいな。本当に普通にねこたつに入ったりとかお餅食べたりとかでいいので、それで親御さんといる時間というのをちょっと今必要な時かななんて ご両親にとってもね、なんかそんな感じがすごくするので、ぜひ今年をそうしてあげてください。はい、そうするとまたね、ご先祖さんとかもね、守ってくれたりとか、エネルギーくれるので、はい。え、ピンマちゃん、これから家族と共にケーキ食べますので、あ、沖縄もケーキ募集してますので、ケーキぜひ、こちらも、はい、会場持ってってくださいね。はい、ぜひ、ケーキ食べたいの。瞬間移動で。瞬間移動で。お願いしますって書いて、おねだりしちゃう。ね、ね。質問ある方どんな、あ、綺麗なカードですね。そうですね。素敵。なんか今入ってきてましたね。ね、はい、ね、次の誰かみたいな、はい。シーナさんね、さっきね、今ちょっとご質問で、なんかあれかな、スロートチャクラ、喉のチャクラのところが出ている。やはりさっきハニエルさんもおっしゃったように、話すこと、やはり心を開いてご両親なり、あるいは今ご自分がちゃんと伝えられてないなって思える方がいたら、その方だと思います。うん、それは肉親の場合もあるし、あるいは全く血のつながりのない方かもしれませんけれども、何かその自分が本当の思っていることを言えてないなっていう方に対して、喉のチャクラを開いて、その方とちょっと、きちんとコミュニケーションを取ってみる。ね。ということをとても勧められて、で、シーナさん、男の方なんですけども、とてもライトワーカーっていうね、あなたはとてもパワフルなライトワーカーですよっていうメッセージが来ています。ね、ライトワーカーというのはやっぱり光の仕事にね、何かご自分から広げていくというね、世界をお持ちのようですので、何かこう、ご自分の心の中にこの光り輝くね、この魂の光の輝きをどん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 その喉のチャクラを広げてね、出していかれたらいいんじゃないかなっていう感じがします。で、そうですね、ガットボックスっていうんですけども、なんか ご自分の願い事だったり何かそういったことを、文字で書いてご自分の何かこう神に捧げる箱みたいなものなんですけども、なんかそこの美しい箱をご用意されてね、そこにご自分の口で言えなかったことなんかも書いてみたりしてで、その箱に収めて神に捧げるというか、この、郵便ポストみたいなイメージかな、なんかね、そこに書いて、王様の耳はロバの耳、ね、郵便ポストみたいなね、それを しつつ、喉のチャクラも開いていくと、ね、そういう感じですけども、なんかやっぱりとてもあれなんでしょうかね、繊細な方ですよね、我慢しちゃって言えない感じが、ね、繊細な方ですね、もしあなたがとてもナーバス神経質というかそういう繊細になった時に、フォーカスオンサービスっていうのは奉仕に意識を集中する、ね、ご自分が本当に何かなさっているお仕事なり、その何か携わっていることに対してもう純粋にね、その奉仕ですよね、サービス、その相手に対して の心の底からね、そこに集中して、意識を集中してサービスしていく、このそこに意識を集中するとご自分が何かぶれたり、あるいはこう、ね、繊細な部分で傷つきそうになったりするところも、そこで、癒されて、全くそのうまくいきますよっていろんなことがね、そういうことを出てます。やっぱり繊細な方で、言えないんでしょうね。何かね。言えない。何かを、やっぱり、そこの喉のチャクラの詰まりを、ポンと。ポンと。言おうと思って、一生懸命言うと、またプレッシャーになるので、うん、くつろいで環境を作って、言えるような雰囲気を、リラックスっていくとかね。なんか、リラックスっていうのが今出ました。うん、リラックスしていく。だから、こういうことかもしれないですよ。こたつでみかんとか、お餅でも食べながら、くつろいで、ポロッと言うとか。そうそう、出ちゃうとね。うん、そんなのでもいいと思うんです。キーワードはリラックス。分かってほしいこともありそうな感じがするので。そしてリラックスして、パカッと開く、パカッと。いいですね。すごい綺麗な感じ。いいですね。素敵です。どうでしょうか。今シーナさんの、あれなんですけど、今まさにリラックスっていう、同じ出てきましたね、ラファエルね。苦しい状態、もう解決ができない
問題をずっとここに止めておくと、かえって自分が苦しくなるので、一旦切り離して、自分の居心地がいい空間、居心地がいい優しい人たちのそばに、周りに置いて、で優しい音楽を聴きながらリラックスをしていこうっていうメッセージと、音楽いいですね。いいですね。であと、見返る本当は自分に戻る、ね、本来は自分はもっとしっかり自分らしく生きることができる、そういったものも思い出して自分を大切にしていく、またまたこうね、ラジオのバッチリですよ。もう自分の生きる道、歩く道は自分でしっかり分かるので、しっかりと自分らしく生きていくというのを踏まえた上で、自分に優しくしていく時間を持っていこうとして、ね、はい、他人にし許可をもらう必要はなくて、ね、私こうです。こうします、断言でいいんですよね、きっとね、こうしたから、決めたから、感じで。いいんじゃないかなーなんて思いますけど、もう先生たちのぴったりでカードでおすすめしているの で、ね、すごいので、そうですね、そう、本当に他人に許可をもらう必要ないっていうのは、まさに OK 出すのは自分ですから、もう我慢する必要ないないですよね、さっきからそればっかり言って、それに対してね、とかなんとかででもって言われたら、それは相手が感想を言ってるだけ で、 そうですね、このみかん酸っぱいとか甘いとか言ってるのと変わらないから、そうです ね、 ね、甘いのが好きな人も酸っぱいの人、好きな人もいるように自由です、ね、私には関係ないということで、いいと思います。言っちゃってもいいし、断言してやっていいと思いますよ。そういう時期、皆さん続いてますよね、そういう方がね。あとなんかちょっと戻っていただいてもいいですか、少し。あのコメントのやつが少しね。おう、カンタさん。ちょっとね、そうそう、ちょっとね、ちょっと上の。あ、いいな。クリスマスケーキワンホール当てた。なぜ沖縄に持ってきてくれないんですかとか一人で食べきれなかったって食べてあげる食べたい、はい、どうですかね、ちょっとずれたそのあたりからですかね、新しい人も、どうでしょうか、ティアンドタラさん、そこはまだ言ってないか。ティアンドタラさんで、来年に向けての自分が気づいてないことを何か教えてくださいってもありますけどね。ちょっと下の方、上の方ですね。私はね、メッセージピンとこなかったですね。ナナさんの、なんだっけ、これ面白いね。スピーキングの活動をすると何人かの人に言われていることがありますが、その可能性はあるでしょうかというのもちょっと面白い、ね、質問でしたね。なんかね、何人かの人といろんなところへ行くような雰囲気もちょっとオーラでは見えるんですよ。例えばね、ご神事だったり、なんか参拝だったりとか、エネルギースポット行くとか、なんか動きそうな感じはありますね。そこから面白みが出てきて、イベント出たりとかね。やっぱ人との関わりがキーワードになるかなって感じします。自分だけでこう何かデビューで頑張るというよりは、なんか巡り巡ってどんどんこうね、つながっていくって感じがするので、神社巡りツアー、神社巡りツアーとかあるんですけどね、私もやるときあるんですけど、やっぱりね、やっぱり解説できる人が一人ね、ついててスピーチャーカウンセラーとか行った方が、ね、面白いです、ね、まあ仲間で行くのもすごく面白いんですけど、ね、見える聞こえるとかそういう人が一人いるともう神様からメッセージ来るからむちゃくちゃ面白いんだよ。ぜひ ね、そういうのもちょっと、そういうツアーも行ってくださいよかったらね。まあ、ハニエさんもやって、僕もやってるし、ハニエさんもやってるし、もし近ければね、来てもらえれば、そういうのありますね。で、またそのいろんな話題とかイベントの話とかで、また他のとこ行ったりとか、情報がつながってね、行きますからね。一緒に集まったメンバーとかも、それこそコミュニティというかね、つながりで。どん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 発展していきますから、シンクロは必ず起こってくるので、もうそういう時にどんどん、だから何かそういうことに参加する、してみると、セミナーを受ける、スピリチュアルツアーに参加するとか、そういったことですよね。そう、人を介してね、なんか運気がこう変わっていこう、ね、広がっていく方のような感じがすごくしたの で、ね、気負わずに面白そうって言って参加してみたらいいかなって感じがしますね。気楽にね、気楽にね、気軽に面白そう、なんかやろうとかって思うんじゃなくて、面白そう、楽しそう、なんかいいことありそうとか、
ワクワクするわってね、がいいかなと思いますね。うん、あ、三峯神社、俺がいる、これ三峯神社だったっけ、三峯神社じゃない。誰が行けるって言ったっけ、三峯神社、詳しいったっけ。誰が詳しいんだっけ、三峯神社。あれかな。大木さんかね、大木さんかな。おう、ちんちゃん、ティティさん、お願い。暖かくなってからだね。ね、暖かくなって、みんなで行きましょう。はい、どちらの神社なんですか、三峯神社。三峯神社だっけ、秩父の方だ、下の方にある。の、ね、埼玉、埼玉なんです。こう秩父の方にね、あって。三峯神社も狼さんですね。狼を祀っている、すみません、その上にあるやつで、なんか両親の話があるんですからね、うん、あ、カンタさんか、カンタさん、両親の関係性が悪く、母はいつも父の言動に抑えられている、振り回されていると今日も言っていました、母にアドバイスと思って助言しても分かってもらえないという気持ちが強くなってしまいます。二人に自分ができることはありますかという質問、これはね、お母さん愚痴りたいだけだから愚痴りたいだけなんだだよねって言って、お袋がいるから親父がいてけんだよ、逆にカンタさんが振り回されないようにっていう、お母さんが振り回されてるのね、そうそうそう、ね、受け、はい、言葉とかで一生懸命考えないで、ただ愚痴吐きたい、おならやゲップと一緒だからおならやゲップ ね、 ね、だと思ったら換気したいですね、しゃっくりとね、まあ、お袋がいるから俺たちもいてけんだよとか言えば気が収まっちゃったりするので、ちょっともうちょっと乗せてあげたりおだててあげたらいいんじゃないですか、親父のことしてないでくれよとかね、みたいなことを言ったりとかでいいんですよ、ノリとかでいいのかな、変わらないと思うんで、はい、うん、ああ、ひろみさんですかね。ひろみさん、私も来年に向けてのメッセージお願いします。ひろみさんね。ひろみさんはね、すごく頑張り屋さんと、あと心にすごく我慢とかあったり、すごい抑えてる自分があったりっていうの、すごくやっぱりおつらさんな感じがオーラですごく見えるんですけど、来年は少し、今年もですけど、少しずつ自分というものを出していける、こういうふうに明るい私しか愛されないとかではなくて、いろんなことを感じている私も、あるよねとか、私もあったよとかって受け入れてもらえる場が増えていくことで、自分の問題ってすごく自分にはすごく重かったけれども、みんなもしていることっていうことで少し気持ちも軽くなってきたりとか、新しい風が入っていく、余裕がすごくだんだん出てリラックスしていける感じが見えていますので、おつらかった闇という心のおつらさというものは軽くなっていきますので、どんどんこう深呼吸をしながら軽い風を心に入れて、これから良くなる、私はこれから良くなる、これから私はとても心が軽くなるんだってね、ご自身に言ってあげてほしいなっていうのがすごくオーラで見えます、大丈夫ですよ、良くなっていきます、はい、奈良山さんを三峯神社に連れてもらいたいんですね、一緒にね、お了解しました、奈良山さんね、ご指名なんですね、まあ、ちなみに奈良山さんはいいね、大器用さんとさっき言いましたけど、同じですか、漫画家の方ですね、私は三峯に行きたいなと思ってたんですよ、おかみさんつながりで、そう、はい、ということでベティ&タラさんって答えたっけ、どんなあれが書いてました、来年に向けて自分が気づいてないことは 何か教えてください、それが私見えなかったんですよね、特別、もし先生何かアドバイスあれば言ってください。気づいてないことがちょっと見えなかった。ちょっと上の方かな。ちょっと上の方なんですね。ね。卵のマークがね入ってるから、ね、見てることわかる。すぐパーッと。それ。本当だ、卵ちゃんだ。気づいてない。皆さん答えましたかね。なるべく答えるようにしたんですけど、ニージさんがね、なんか雪が見えるんですよ、雪のある場所、ほうほうほう、だからね、雪で神社、ちっちゃい神社とかにお参りしてる感じが見えるので、例えばね、ご自身の住んでるところに雪が降っていると時に近くのに行くのか、それともどっか旅行先の雪のあるところに行くのか、田舎の雪が降ってるところに行くのか、なんか雪と小さい神社っていうのが見えるので、なんか
心当たりがあるところがあったらご挨拶に来てくださいぜひ。うん、そう神社にご挨拶。雪のあるところですよ、うん、雪ちょっとあるような、ベティ&タラさん、ね、はい、さっきまたちょっと戻りますけども、うんうんうん、もうちょっとまたこの、なんですか、デイリーガイダンスでちょっとやってみたら、さっきのどなただったかな、うん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 、この2人あの順番も同じように、ね、アバンダンスって、うん、鈴玉さんだったのかな、静玉さん、あ、そう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 、なんか出てたんですけど、また同じ並びになって面白いなと思ったのは、ね、なんか来年に向けてのメッセージ、ね、ベティ&タラさんですね、うんうん、自分で気づいてないこと、なんか良くない、何かご自分の体にとってあんまり良くない何かエネルギーなり、なんか例えばいろいろあるんですよ、コーヒーだったりカフェイン取りすぎてたり、うん、ミルクだったりっていうのもあるし、例えばあの人によってはね、コーラのガブ飲みしすぎてたりとか便秘薬だったり頭痛薬のお世話になってる方もいれば、アルコールとかニコチンとか、それぞれ何かあの化学物質ですね、あんまり体に良くないものを取り込まれていたらそれを出していくね、あのデトクシーって、まあ、あの解毒ですね、そういうことがもしかしたら知らないうちにそういうものを入れてるかもしれないし、あるいはあの知っててやめられないもの、何か、うん、あのこれ良くないなって分かりながら取っているものがあれば、それをちょっと、遠ざけましょうってことを言ってます、うん、ご自分の力であのその遠ざけられないときは、うん、天使に祈ってくださいっていうメッセージも入ってますね、うん、あとはチェンジインディレクション、方向性の転換期、うん、何か新しい、変化、何か変わっていく、きっかけというか、何かがすでに来ているのか、何かご自分でも何かを変えようとされているのか、行き場所を何か本当は来ているんじゃないかなっていう、変わるタイミングっていうカードですね、あのなんかあるかもしれないですね、そこら辺なんですけども、で全くそこのさっきのクリエイティブプロジェクトっていうのは、うん、また3人というものが数字で出てきてますね、うん、ご自分をめぐって誰か3人、自分も含めてだったり、あるいは3という数字、なんかピンときたらそこにちょっとフォーカスしていただいて、この女性自分一生懸命何かをしててそこに集中してる、後ろからバックアップが来たり導きが来たりとか、そういう 絵なんですけども、3という数字だったり、人あるいはそういう3つの出来事であったりもするかもしれないですね、なんかとても、クリエイティブなこと、何かを作り出していくことね、音楽でも何でも結構です、ものを作っていくことであったりとかね、そういったことに対する、なんかこういったことのサポートなり導きが来ているようですので、なんかピンときたことをどんどんやられるとか、でアバンダンスやっぱり出てますね、なんか同じです、さっきの方と ね並びも一緒ですね、なんかとても豊かなこと、まあ宝くじ限定とは言わないんですけど、何か、うん、いや臨時収入が来たりとか、このなんか近いうちにハッピーなこと、うん、豊かさが来るんじゃないでしょうかね、なんかおめでとうございますって言わせていただきたいですね、うん、このカードは、うん、いいですね、とてもね、アバンダンス、アバンダンスね、楽しみですね、アバンダンスダンス、うん、はい、ということで時間がね、うん、そろそろね、実はおっしゃって、あ、そう、引っ張っちゃって10時17分なんです、実は今、ね、であの質問ここで最後にさせていただきますので、ちょっと これ以上ちょっと受け付けられないんで、ここでちょっと終わりにさせていただきます、ちょっと切るの遅くて申し訳ないんですけど、ね、先生方にはなんか来てます、来てない、あハーモニーさん、最後かな、仕事を選ぶには流れに任せた方が良いでしょうか、仕事のメッセージということなんですけどね、アンテナを立てないとね、自分からこうしたい、こういう方がいいなとか、ワクワクとか、アンテナを立てないとただこう待っているっていうのもちょっと流れをキャッチできないので、うん、受け身ではなくて、うん、行動ですね、行動ですね、なんか動く、うん、何かこう、そう流れに身を任せるっていうのをね、考え方として何かこう流されかねないですよね、うんうん、自分が流れちゃうんですよねどこにも引っかからずにこう流されるのではなく、うん、あることを自分が意思ですよね、まず、うん、どうなりたいかっていう目標があってこその流れに身を任すなので、うん、やるだけやって、うん、あとは任せるって感じですよね、そういう感じです、いろんなことね、何かやって結果を、だからアクションはないと、ゼロは何かけてもゼロになっちゃうから、そう、周りにね転職をしたいって言って、うん、自分でもそれを
本を買って興味持ってどんどん面接行ったりいろんなことをして、まさに人事を尽くして天命を待つぐらいの、ね、そうですそうですっていうのは必要ですよね。アクション必要ですよね、うん、あと意思ですね、意図する、何かを決める、こうしたい、うん、あしたいっていう自分から願ってうん、オーダーするってよく言います、うん、宇宙に頼むみたいにね、そうです、なんか自分からそこをはっきりと明確な意思を持つ、ね、目標を持つ、ね、うん、こうなりたい、ああなりたい、それがあった上での流れに身を任せる、ね、そうなんですよ、行動とね、そうですね、コミットがあって、はい、うん、そうなんです、でピンとパッと出るので、はい、そうですね、答えが、うん、でそれが早いんですもんね、こう、はい、そのポンとしたのがポンとくるので、うん、その方がいいです。そうです。うん、消極的になっちゃうから、どんどん引き寄せを起こしてください、自分で。引くって感じでね。よく、引くよっていう、うん。よく、何をしていいか分かんないという方もやっぱりいます。うん、自分が一体何が望みなのか分かんなくなっちゃってるって方、うん、エンジェルカール、オラクル、本当におすすめなので、うん、デイリーガイダンスでも買っていただいてね、うん、どん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 カードに質問していって、セルフリーディングされたらいいと思います。うん、ね、なさるといいです。そうです。こっちが本物です。これちょっとタイトル消えちゃったので、ごめんなさい。使い込みました。うん、で、こっちの方、テディさんのお借りして、こういうふうにタイトルちゃんと出てますね。うん、デイリーガイダンス from your angel、ね、守護天使のカード。ね、こちら、受け取りやすくなって。ちょっと自分で引けますからね、はい、結構皆さん、おっていうのが。どん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 質問されて。うん、カード絶対いいよ、これ、うん。本当にいいよ。で、自分で自分が分かんない、何がやりたかったのか分かんない方、どんどんカードに聞いて。うん、カードの方もあなた何やりたいのってカードも準備されてますから、うん、そしたらはーってじゃあ自分考えてみようかってなってくるので、とってもおすすめです。ここから私もスタートしました、うん、いいですよね。テディさんもいいっておっしゃってるんです、このカードは絶対だってこれはね、うん、受け取りやすいですね、うん、実はね僕はねこれカバンに必ず1個入れてあるんですよ、デイリーガイダンスはね、うん、まあ他のも入れる場合もあるんだけど、うん、まあこれは結構ね持っていって安いんですよ、すごく。テディさんもそのうちここタイトル消えますから、うん、なくなっちゃうね。いやでもね、僕ラーザー知ってるからさ、これ、これボロボロになっちゃうと元年いっぱいカードを使ってて、はいはい、その時はね、日本語のこのガイドだけ持っといて、中身をね、アメリカから買っちゃうの。ああ、なるほど。はい、そう、だからアメリカでもカード同じだから、うんうん、で英語の方、そうそれで買っちゃうっていうね、アマゾンでね、アマゾンもアメリカのやつも買えるからさ、そういうことやりますけど、まあね、まあそういうことやったりしますけどね、で、うん、ちょっと裏技な、うん、これに解説書もだからボロボロになっちゃうじゃないですか、ほら私たちってほら使い込むからね、うん、でもなんか愛着があって私これで、なんか、ああ、それも手なんですけどね、歴史って感じで自分が、わかる、やっぱり大好きです。お客様見てボロボロな人の方がみんなできるかもしれないというふうに見えるかもしれない、素晴らしく見えない程度、でもちょっとどっちかなって微妙なんだけどね、年季と取るか、年季と取るか、ボロボロ か、 ボロボロか、ね、でもなんか愛着が貧乏くさいか今のところまだ使えるかなって感じですね、うんうんうん、でもねカードはいいですよ、うん、何か訳が分かんなくなっちゃったりこう悲しい時のもなんか受け取ることがいっぱいあって背中も押していただけるし、ね、もらえるしね、うんうん、罪悪感を持たないでいいとか、うんうん、いろいろ励ましてくれたりとか、ララコさんの再投稿がありますね、うんうん、なんかね、これで最後かな、うんうん、もうそろそろ、来年に向けてのメッセージをお願いします、うんね、なんだかんだ全員やっちゃってるね今日ね、本当です、飛ばしてもよかったんですよ、年末だからね、年末スペシャル、ね、やっぱりはい、全員に向けてのメッセージで優しいですね、今日の先生方、皆さんね、そうですよ、みんな、まあ、優しいですから、今日の先生は今日はクリスマスだからねみんな愛なんだね、みんなね、はい、うん、はい、ね、テラコさん、来年に向けてのメッセージね、やっぱりテラコさんだけではなくて、ララコさんね、だけじゃなくて、他の方もみんな、やっぱり何か新しいこととか、何かを思ったときっていうのは、どうしても不安とか、ちょっとどうなんだろう、心配、恐れっていうのが、どうしても入ってくると思うんです。でも、その心の中に浮かぶそのエッセンスがあると、それを引き寄せたり、あと停滞させるということがあるので、もう全員にお伝えしても、来年はワクワク心を自分でこう盛り上げるっていうのかな、ワク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 っていう風に持っていく方が、ご機嫌力ですね、はい、ご機嫌力ですね、自分でご機嫌にしていくって感じ、楽しみとか、うん、まあ、ドキドキしたりあっと思った時は、うん、ワクワクするっていう風に変換するっていうことで、いい方にどんどん世の中がね、自分の周りが変わ
変わっていくので、不安恐れると思ったら、あ、ワクワクするっていうふうに変えて、でどの陛下のエネルギーを受け取っていくといいんじゃないかななんて思いますね。ワクワク力を上げてください。はい。はい、なんか、はい、カートではなくて、うんうんうん、ラガモさんなんか歌うことを何かすごく自分を表現されて、カラオケでも何でもいいんですけど、うんうん、ちょっと来年ね、まあ年末でもいいんですけど、うん、まあ歌ってみてはいかがでしょうか。いいですね。歌すごくいいです。ララコさんには歌をお勧めします。いいですね。ね、でよりまた丁寧にカードなんですけど、何か今までこうぐる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 頭、うん、魔界の迷宮じゃないんですけど、うん、富士山の樹海のように何かぐるぐるさまよって、うん、結構お辛いこといっぱいあったのかもしれないんですけど、うん、もう出る時期に来てまして、もう今誰が何と言っても自分の思い通りにするっていうカードが入ってます。うんうんうん、なので、信念を貫くみたいな感じなんですけど、自分はもうこうしたいっていうこと、今まで我慢してたり耐えてたりもしたものをそのまま突き抜けていっちゃっていいと思います。OKOK、うん、って感じです。アキコローズさんもね、もう後でちょっと出てくるけど、うん、この今エンジェル、このガイダンスの本でやってカードでやったんですけど、彼女は妖精の方でまたシンクロ出てるそうなので、後でまた言いますね。もう一つ、マラコさん、家族、ご家族で今ちょっとイメージしていただいて、家族でどなたかご自分の家族なんかこう SOS 何かね、弱ってらっしゃる方だったり、なんかご家族でお一人いらっしゃったるじゃないかな、かその方のことをカードが知らせてますんで、なんかいらっしゃったらその方とコンタクト取ったり会いに行ったり、なんかのケアをするとか、なんかその方のために祈ることでも大丈夫です。なんか一つメッセージ来てますね。それから転換期っていうのも来てます。うん、なんかチェンジ、ね、方向性の転換、ね、なんかもう動く。なんか変わり目に来てらっしゃるね。で、やっぱりさっきも出ていたカードなんですけど、ララコさんも体の中の浄化と解毒というカードが出てますよ。うんうん、なので自分でなんか良くないなって思いながら、取っているもの、食べているもの、吸ってたり飲んでたりするもの、あるいは化学物質ね。よく、化学のもの、自然でないものを何か使っていたな、良くないなってどっかでピンときたらそれをやめるとか、そういうことも、やられたらいいと思います。ね、デトックスですね。そうです、はい、思いっきり何かこう体からなんか毒を出すって言ったら、うん、イメージされたものをやってみてもいいと思います。うんうん、人間関係もあるかもしれないですね。はい、そういうことです。ね、はい。シンクロ。まず最初にこのカードは本当の自分の気持ち、正直になろうっていうカードなんですね。いつも周りの人に気を使ったりとか、あと本当は誰かを許してないわけではなく、そうやって気を使ったり犠牲者意識になってたり、自分のことが許せなかったり、そういう思いがいくらかあるようなんですね。被害者意識ですね。はい。で、あとですね、あと、秋になると心も豊かになるので、もっと自分らしく生きるというもの、ネガティブではなく前向きに取り組んでいこうっていう、で来年に向けて経済的豊かさ、すべて、経済ですごく苦しいっていう思いが強いようなんですね。その不安だったり、そういったものはすべて解決完済するっていうカードが出てますので、安心して取り組んでいきますね。いいですよ、とても良かった良かった。そうですね、潜在意識の中でね、どうしても誰かが調節をし役にならなきゃいけないとか、誰かが犠牲にならないと物事がうまくいかないとか、やっぱり優しい人は思ってしまったり、気がつく人はそれをやっちゃったりってあると思うんですけれども、自己犠牲、誰かが犠牲にならなくともうまくいくし、行くようにいくしって思って、そこから抜けちゃうのがいいですよね。役割から少しってね、そんな感じがしましたね。いらないって、思います。はい、はい、サンタティディさんと聞きましょう。レイナさん、ありがとうございます。私のことはティディでございます。いいと思います。来年に向けての皆さんに、ね、必要な変化のメッセージがどんどん出ましたね。ね、あ、もう遅いかと思ったのですが、ね、アドバイス、
いただけてよかったです。気持ちが楽になりましたって言っていただいてよかったです。ハッピーメリークリスマス、メリークリスマス、ハッピークリスマスですね。そう、ジェニーサンタと、ね、この3人エンジェルが、はい、クリスマスプレゼントでみんなに、そう、本当ね、ね、ね、そうですよね、そうそう、エンジェル、エンジェル、エンジェルつながりなんですよ、はい、ね、皆さん、ね、今日は、うん、そうなんです、オラクルなんで宣伝ばかりしてましたけど本当にいいんだ。ね、これ本当にいいから本当に。いやこれ、ね、だってあのさ、ドリームパスタのねカードの中でさ、例えば3つだけこれから無人島に持ってきますって言っててさ、選択があった時さ、絶対これ1個も入れた方がいいよ。これも、あの、無人島に流されたら、これは持ってた。これ持ってたわ、絶対。テディさん、これ。だから無人島で弾きながらさ、国に作るかって言うんですよ。そのような、ね、ね、水はどっちかとかさ、ね、うん。心が豊かになるから、ね。そうそうそう。ね。いいですよ。天使とつながって、ハッピーに皆さんをお幸せになれます。ね、そうですよ。アバンダンス。アバンダンス。悩んで考えてぐるぐるするカードに聞いてやってみる方がね、いいですね、うん、抜けれちゃう。何がいいってこの、ま、もう一つ言わせてくださいね、うん、このカードのこの全てのこの裏がアバンダンスの絵なんですね、うん、豊かさの、うん、ここに気づいて、ね、豊かさの女神がいるわけですね。そう、この裏はね、表はこういうカードいろいろありますけど、うん、裏がほらアバンダンスです、うん、とても豊かなものを自分にもたらしてくれる。うん、そして自分が豊かになって皆さんにもお裾分け、お福分けという感じで、うん、本当アバンダンスの連鎖が起こってきますよ。いいですね、素敵。はい、もう宣伝かなりしましたね。デジタルテレビから買えますので、そうですね、できればビジョナリーカンパニーさん、あの寄付を、ま、お待ちとりますので、いきなり。リンクからぜひ。はい、そしてお友達のクリスマスプレゼントにも、メリークリスマス、ね、悩んでるお友達いたら口を聞かずに、はい、これで自分で占っていいメッセージしてるよって言ってしちゃう、ね、いいと思います。こんな感じです。楽しく、ね、裏パラから中継でした。さよなら。皆さんぜひ沖縄に遊びに来てください。はい、どうもありがとうございました。皆さんさよなら。なんくるないさー、なんくるないさー、アバンダーズ、イエーイ、アセンション、アセンション、ハッピーアセンションですね。